願いします。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。いや、日曜の夜ですね。あの日曜洋画劇場と被りました、今日の湘南カフェですけれども、ちょっと背景が今日は違います。実はですね、あの普段はね、あの湘南の真ん中と自負してるあの藤沢で中心地ですか、あの江ノ島であの放送させていただいてるんですけども、今日はですね、江ノ島からこの茅ヶ崎に参りまして、あのね、この風景も茅ヶ崎っぽいですよね。違います。じゃあ、あの今日はですね、あの EM コーポレーションの江口さんの、あのペンネーム江口さんのね、あのご協力によりましてこのスタジオをお借りしてます。いや、いいですね、茅ヶ崎っぽいですね、皆さんね。いや、もう湘南の中心茅ヶ崎という、湘南の中心茅ヶ崎で富士山に負けて、はい、今日は真ん中だから、ね。はい、今日はあの日曜日なんですけども、あの日曜日の9時からね、皆さんこの地方議員が集まりまして、え、今日も湘南カフェ、今日は第10回になります。今日のテーマは、まあ、今ですね、あの衆議院選挙がおそらく11月だろうと、私はあの自民党の横浜市会議員の草本剛なんですけれども、11月だろうと自民党の中で言ってまして、間近に迫ってまいりました。で、その間近の中でですね、あの湘南地域のじゃあ選挙は一体どうなんだっていうことをですね、あの今日私あの横浜からあの来ましてですね、まあ、日曜の夜ですし、あのもうこれは聞きたいこと聞きたいことを聞いちゃおうということで、あの今日はお三方に聞いていきたいし、またあの私たち地方議員ですので、あの藤沢、茅ヶ崎、平塚、あ、今日は平塚の和田さんがいないんですけども、ね、はい、鎌倉の地方議員でやってますから、この地方議員とその国政選挙の関わり方についてもですね、ざっくばらんに今日はお話をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。ファシリテーターっていうかコメンテーターって何でしたっけ、コーディネーターファシリテーターの横浜市会議員の草間剛です。それではですね、今日も湘南カフェ第10回やっていきたいと思いますけれども、まずですね、もうすぐ、もう明日から子どもたちは新学期が始まるところも多いと思いますけれども、夏休みあの最終盤ということでですね、あの各皆さんから自己紹介と、それから、この夏の思い出についてですね、何かやったのみたいなね、思い出についてお話をさせていただきたいと思います。じゃあ、いいですか、また鎌倉からいいですか、はいはい、お願いします。はい、皆さんこんばんは、鎌倉市議会議員の長島達弘です。夏ということで、まあ、湘南はやはり海なんで、はい、あ、その前にね、茅ヶ崎ですよね、今日ね。今日茅ヶ崎です。私ね、実はあの鎌倉市民ですけど、はい、高校は茅ヶ崎高校出身なんです。なんでですか。知ってました、エビ先輩。はい、あの学区はこうなんですか。あのね、今はちょっと学区だいぶ変わったんですけど、なくなっちゃうじゃない。あの前、私の頃は茅ヶ崎まで学区で、みんな茅ヶ崎まで行ってた。あ、そうなんですか。私は茅ヶ崎高校出身。すみません、第2の地元。どこにあるんですか、茅ヶ崎高校って。まあ、一国沿いの、あの東東の工場の近くね。あ、そうなんですか。あるんです。じゃあ、はい、鎌倉から来ると、じゃあ電車で。そうそうそう、東海道線、東海道線茅ヶ崎まで来て、そうです。でそこから歩き、はい、歩き歩き、まあ一応茅ヶ崎というと茅ヶ崎高校、まあだから友達もいっぱいいる。あ、この辺にいるんですか。はいはい、はい、じゃあもしで、ね、放送見てくれたらね、あの来てほしいですね。あ、ね、そうですね、 EM コーポレーションさんですからね。なんか住所言わないと、住所言わないとね。違うさ、あの大和田っていうところの左に曲がってくださいということで、ね、あ、吉木湯は大和田です。小和田、小和田、小和田じゃない、小和田、すいません、地元やね、そう、大和田か小和田わかんないよみたいな。吉野家ありますから、吉野家、吉野家を左折してください、すぐですね。はい、他の、あの、まあ近況あんまり、あの、まあ、あの夏はね、市民活動いろいろやってたんですけど、まあ今年ね、鎌倉の夏の海は非常にお客さん多くて、あ、そうですか、にぎわってまして、はい、まあ、この間ちょっと観光課の課長さんにお聞きしたら、やはりだいぶ増えてますと、うん、まあ、ちょっとね、実数出てないけど、うん、で、あとはね、いつも夏で暑いと、うん、あのお寺とかの中心部、小町通りとか、ああいうとこ人が減るんですよ、うん、思いっきりね、うん、あのだけど今年はそういうお寺とかの散策の人が非常に多いと。うん、いう傾向で、暑い中に、暑い中、暑い中、モーション長いお寺なんで、お寺巡り、いや、だまあお寺って涼しいんですよね、基本的にね、鎌倉は、あの、うん、まあ、山のとこが多いんでね、うんうん、まあ、そういう感じで、うん、まあ、一応結構ボランティアガイドとか、まあ、やっと日にやってるんですけど、うん、もう今年は鎌倉人が多いぞという夏っていう感じですね。うんうん、あとね、この間先週の金曜日締め切りになったんですけど、はい、今日選挙ということで、はい、今鎌倉市の方で、はい、選管の方で若者の投票率向上のためのその、募集をしてまして、プロポーザルで今度やるんですけど、ティッシュ配るっていう感じですか。じゃなくて、じゃないじゃないじゃない、若者、まあ、イベントをやって、はいはい、あのなんかこう投票率を上げようっていう形 の、 その提案を、申し込みを受け付けてまして、100万ちょっとね予算ついてるんですよ。
何のイベントなんですか。115万。いや、イベントに出てって、はい、まあ、自分で主催してもいいんですけど、はい、若者の投票率上げようっていう。あ、そうなんですか。そう、そういう例えばどう、じゃあそのプロポーザルを今受けてる。そう、これ、24日締め切りになったんで、これからそのプロポーザルのあれでやるんですけど、うん、まあ、どのくらいちょっと募集あったか明日にでも聞いてみようと思ってるんですけど、うんうん、あの115万とか予算でついてたんですね、うんうん、で前回のね、はい、選挙の時、はい、この辺藤沢のね、はい、団体であの、はい、未来は僕らの手の中プロジェクトっていう、なんだそれ鎌倉のメンバーも多いんですけど、藤沢にあって、はい、まあ、あの原議員とかよくご存知、あ、湘南地域だ、有名な僕らの未来は、え、僕、未来は僕らの手の中プロジェクト、ミラボクって言って、ミラボクミラボクプロジェクト、 その人たちもちょっと声かけて、はい、今度鎌倉やってるから応募してよって言ったんですけど、はい、あの結構商店街であの、はい、選挙の投票証明持っていくと、うんうん、あの割引してくれるとか、そういうの、ね、そういうやつをや、はい、前回 そこはやってましたね、はい、で今度だから鎌倉市では予算をつけて、うん、そういうのを応募して、うん、応募してくださいってのやってた。100万あったら結構なん結構できちゃうんですね。なすな、大日本プロレスとか呼んじゃってね。あの蛍光灯デスマッチみたいな、そういえば選挙に行かれ選挙マンとなんか戦えみたいな形で。草間さん分かると思うけど、はい、カンドリー議員が、あの海の家、そう来ましたよね。海の家。そうですよ。はい、かあのカンドリーバーガーとかね。この間もなんだっけな、はい、今日もやってたのかな、あの結構土日とかはカンドリーさん来て、はい、そうなんです。先週は見えてたみたいですね。そうなんです。いや、あのね、あのちょっと紹介があって、ご相談、神取先生から、まあ、あの鎌倉の議員を紹介してってことで、ちょっと奇数がね、長嶋さんにちょっと上の同じ会派の、はいはい、一人ちょっとご調整いただいて、はいはいはい、一応自民党党員の、そう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 、某 T 議員、某 T 議員、見てるわね、もう某 T 議員にあの大変お世話になりまして、はいはい、あ、そうですか、なんかすごかったらしいです。Facebook で書いてましたよ。そしたらね、Facebook で僕も、あの僕ちょっと行かなかったんですけど、Facebook で見てたら、結構いろんな人行ってますよね。らしいでしょ。ね、うん、なんかね、ビーチでプロレスとかねやってましたね。やってましたよね。先週の土曜か日曜ですね、うん、これに味しめたんでね。じゃあ、あの来年もやる、来年も選挙に向けて投票率向上のやつね、違いますかね。来年だけど選挙が先じゃん。あ、そっかそっか。あの自分では何やったんですか。なんか自分、自分はあの被災地はいつも行ってるんですけど、はい、この夏は2回かな行って、うん、あの活動してます。議会はなかったんですか。8月は基本的に議会は基本的にはないですね。ないね、うん、はい、はい、皆さんすみません。じゃあ、NASA さんこんばんは、湘南カフェ、あ、これありがとうございます。拡散していただいてますね。どんどん拡散してください。実はあの出口優也さんいただいてますけれども、そう、日曜劇場はそう録画して湘南カフェに来るように某議員から圧力がかかったので指示通りやってきました。そう、僕は言ったんですよこれね。そう、僕はあのつぶやいたらね、あのなんか今日なんか日曜劇場でね、なんか出口さんが見たいやつがやってたらしいんですよ。出口さん政治の方が好きじゃん。そうなんですよ。もう日曜劇場はね、出口さん録画してください。これはね生放送ですから。湘南カフェね、出口さん政治好きなんだから。そう、でもね、日曜の9時からっていうのもすごいですよね。まあ、土曜の9時よりいいけどね。どこまでこの食い込めるかっていうのは勝負ですね、僕らね。はい、なんか言いたいことあるんですけど、他に。大丈夫ですか。じゃあ、はい、長嶋議員、よろしくお願いします。はい、はい、続きまして、藤沢の原議員、お願いします。はい、皆さん、こんばんは。こんばんは。藤沢の市会議員の原輝夫と申します。まあ、私の個人的な活動はまた触れる後に触れるとしてですね、まず、藤沢市の方ではこの夏、2つ大きなことがありました。あ、マイクが入ってないですか、ね、入ってますか。遠いですか。あ、入りました。入りました。大丈夫ですか。改めまして、はい、藤沢市会議員の原と申します。テイク2ですか。大丈夫ですか。はい、まあ、藤沢で大きなことがこの間2つありまして、まあ、1つはあのずっといろいろとこう騒がせてきた全漁の土地問題。あの元市会議員の方が、まあ、今土地公社が土地を買ってしまっているんですけれども、それを市が買い取りをしないようにと、うん、差し止め請求の裁判が起こされてまして、まあ、ようやくそれが結審をして、はい、まあ、市側がもうほぼ全面敗訴みたいな形で。市が全面敗訴。そう、そうですね。もう取得した価格もまあ高かったと、うん、1億何がしという金額も高かったと、うん、でまあ、その必要性とも含めて必要なかっただろうというような趣旨のですね、うん、はい、まあ、裁判の判決が出されまして、黒、まあ
まあそうですね、まあ、市長が交代した段階でもう市としてはもうこの件に関しては裁判で争わないという姿勢もあったんですけれども、はい、いろいろとこう裁判が開かれてくる中で、まあ、結果的には、まあ、市の今回のこの善意の土地問題はダメだったと、過ちであったということが裁判でも判決が下されました。まあ、もちろん市としてももう控訴もしないということですので、まあ、一応そういった意味では一つの区切りがついたということなんですが、まあ、あと市の方でも議会の方でも百条委員会をやってこの問題をやってきましたので、まあ、今後議会としてもその偽証罪であるとか、あるいはもう土地公社土地買っちゃってますから、まあ、これ市が買い取ってもらえないと損になるわけですね、まあ、その分の損害賠償請求というのをまた元の市長なり副市長なりに対して求めていくようなそんな裁判を起こしていくというような今準備を進めているというような今状況にあります。まあ、これからですからまあまた一つの裁判は終わったんですけれども、また次の新たなそういう損害賠償等の今度はその裁判の手続きに入っていくというような今ステージにありますね。まあ、それが一つ新聞報道等でも報じられた大きなことだったんですけれども、あともう一つ有機質資源再生センターというところがありまして、まあ家畜糞とそれから剪定種と食品残渣と混ぜ合わせて堆肥を作るという施設がありまして、まあなかなか元からこう経営的にうまくいかないということがあっていろいろ問題があったんですが、もう一つあと匂いの問題がありまして、非常にこうきつい匂いが生じて近隣の方々が大変迷惑を被っていたと。まあその中で急遽8月の頭だったかな、県が調査に入ったところですね、規定された基準を超えるような周期が発生をしていたということで、まあ、急遽営業停止みたいな形で原材料の搬入が止められてしまうという状況になりまして、まあ、今日ですかね、地元にも説明があったみたいなんですが、もともとこの施設をどうしようかというのはもうこの夏には、市の内部で方向性を出していこうという話があったんですけれども、どうやらまあ一定の方向性が示されたみたいで、まあ、正式には明日議会の方で代表者会議という場が開かれて、まあ、そこで市側の方向性が示されると思うんですが、まあ、そういった大きな一つの、まあ、政策のまた新しい市長になってからですね、まあ、転換といいますか、まあ、そんなことがあったというのが、まあ、藤沢市としての大きなこの夏出来事ですね。あと個人的にはですね、まあ、先ほど長島議員が被災地に行かれたというようなお話されてましたけれども、私もですね、岩手県の遠野市にある神奈川県の金太郎ハウスというところにですね、まとまりながら、何ですか金太郎ハウスってご存じないですか金太郎ハウス、これ有名ですよ、有名被災地園といえば神奈川の県は知らない、モグリだな、また何胸をハウスじゃなくて金太郎ハウス、いやそれは胸ハウスとは全然違いますよ。違いますか、すごいある意味のモデル的なものにもなるようなですね、今の東野市長言ってましたよね、この間ね、林市長言ってらっしゃいましたね、林市長言ったんですか、松尾市長と一緒に、平井市長と、要は沿岸部から離れてますから、東野は直接的に津波の被害を受けてないと基地になるんですよね、そうですね、ですからなんていうんですか、バックヤードというか、中継拠点になって、そこからいろんなこう被災地への支援物資出したり、ボランティア出したりとかしてまして、その地元の方々が、真心ネットワークという、NPO ですかね、あれを立ち上げられて、いろんなこうボランティアを送り込んだりとかされてるんですが、そこはよく神奈川県が絡んでまして、県と県の社会福祉協議会と、その東神奈川東日本、災害ボランティアネットワークですかね、ボランティア団体さんが絡んで、活動拠点として遠野にその金太郎ハウスというのを、遠野市 の, 浄化センターの敷地内にプレハブ小屋みたいなのを建ててまして、震災後ですか、そうですね、あそうなんですか、来年の春まで2か年の契約かなんかで、借りてるらしいんですけれども、こっちからこう地元 の,、そのボランティア団体がボランティア募って、ボランティアバス出して、で現地そこの金太郎ハウス泊まって、で地元 の, その真心ネットワークの方々からにこう、いろいろこうアレンジしてもらって仕事を手配してもらって、実際私も瓦礫の撤去だとか行ってきたんですけれども、そうやってこう泊まりながら仕事をして、4泊5日ですかね、車中1泊で行ってきたんですけど、あれは神奈川県がやったんですか、県ですね、設置は県で、運営は遠野市の社会福祉協議会がやってらっしゃいまして、ね、神奈川県いいことしてますね、いやすごいいいことやってると思いますね、で神奈川と今静岡がやってるみたい、今やっぱりボランティアもだんだんその震災から1年半近く経過する中で、今テレビ新聞でもだんだん報道される
回数も減ってきましたし、はい、なんかボランティアの数もだいぶ減ってきているというような話も聞いてまして、はいはい、まあ、実際私も、まあ、昨年の10月かな、陸前高田行ったりも見てきたりもしたんですが、はいはい、まあ、その後またどうなっているのかなというのが気になってまして、はい、なかなかこういう時期でないと、はい、またまた時間も取れないと、はい、でまあ、金太郎ハウスというのは神奈川県がやっているということだったので、はいはい、まあ、実際どんなものか行ってみたいなと思いまして、うん、まあ、それでまあ一、うん、県民として参加してきたと、うん、あ、そうですね、いうようなところですね。なるほど、はい、なるほど。家族サービスは夏はどうですか。家族サービスはですね、はい、これまたフリースタース八ヶ岳野外体験教室というのを、はい、長野県の南牧村という八ヶ岳のふもとに持ってまして、はい、まあ、これ教育施設なんですね、はいはい、子どもたちにいろんなこう自然体験を、はい、してもらおうということで、はい、まあ、小学生高学年あたりに1回行くと思います、うん、であとは中学校でも1回行くと思います、はい、学校によってはこう冬スキーに行ったりとかもするんですが、うんうん、まあ、そういう宿泊施設になってまして、うん、まあ、学校で使ってないときは、うん、市民が、うん、大人で一泊せいもしないぐらいですね、うん、泊まるだけであれば、うん、まあ、そういうまあ、ロッジというんですかね、うん、山小屋みたいなところと、うん、まあ、普通のこう宿泊ができるような、うん、一応大きな浴場なんかもついてるんですが、うん、まあ、そこをちょっと利用させていただきまして、うん、まあ、家族サービスをしてきたと。あ、よかったですね。そうですか、はい、じゃあいいですね。もう地方議員だとね、もう大変忙しいから、まあ、なかなか、まあ、こういうお盆の時期ぐらいですよね。我々この世の中の流れがこう止まらないと、はい、休めないじゃないですか。そうですよね、この日は休もうと思ってても、はい、周りの人はね、はい、動いてると電話もかかってくるし、はい、なんかいろんなこう連絡とかも来るんで、はい、なかなか、うん、心的にも休まらない部分がありますけど、うん、お盆みたいに世の中全体が止まってどっか出かけようっていう雰囲気の時には、うんうん、まあ、電話もかかってこないし、そうですね、まあ、羽が伸ばせる伸ばせる技術の機会かなと、はい、というところですね。すありがとうございました、はい、じゃあ、今日もよろしくお願いします。ありがとうございます。すみません、出口優也さん、一人声のでかい人がいますが、あとは、音声正常ですということですね。誰のこと言ってるんですかね、出口さんね。本当、この人、喧嘩売ってきますよね、もうね。いちいちね、湘南パトロールさん、音声映像グッドです。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。それでは、茅ヶ崎のエビゲンさん、はい、よろしくお願いします。皆さん、こんばんは。こんばんは。茅ヶ崎で市議会議員をしております、エビゲンこと、海老名健太郎です。よろしくお願いします。お願いします。基本的には、私夏が一番忙しいんで、青年会長やってるせいもありまして、はい、とにかくイベントに追っかけられまくるという。あ、議員活動じゃなくて、多分ね、議員活動でもあるんですけど、ある、議員活動でもある、ね、実は中学生は3年生に屋台村を運営させるイベントとか、はい、何ですかそれ、屋台村って。中学3年生に足掛け6月ぐらいから始まるんですけど、はい、それぞれで屋台で何を売るかっていうのを、はいはい、JC のお店入れて考えて。屋台、屋台って何の屋台ですか。だからお祭りの屋台。お祭り、そのよく盆踊りとか出店で出てるじゃないですか、はいはい、まさにあの屋台を各中学校2ブースぐらい持たせて、はいはい、中学生6人7人から10人ぐらいで、うん、お店でもう自分たちで作って自分たちで売る。へで、それを僕たちはできる限りサポートするだけ、はい、要は手出しなるだけしないっていうのをやってまして、はいはいはい、それの担当を副理事長だったんで、うんうん、ずっと7月はいろんな中学校に行って中学生と何を作るかとかずっとやってました。JC 大変ですね。大変ですね。ようやく終わるんですよ。JC 大変ですね、はい、それに重ねて、はい、前も話しましたが、はい、市役所建て替えの是非を問う住民投票条例の、はい、戦いをやっておりまして、はい、ついに地区に出て説明会をしようということで、はい、地区に出て説明会をしていましたら、はい、建て替え推進の議員さんがついにやってきまして、はい、先日被弾を思いっきりしまくりまして、あ、ついにこういう時が来たんだなと、うん、とてもワクワクして、うん、じゃあ俺も次のってどうしようかなって、はい、戦いってこういうもんだなって喜んでやってます。マジっすか。まあ湘南カフェはね、政治的にはニュートラルですから、まあ、いろんな立場ありますからね、いろんな立場ありますからあれですけど、ちなみにあれですか、その夏はじゃあ結構その問題で。そうですね、はい、とにかくもう資料作りから何からなんかみんなでやって、実際十数人ぐらいしかやってないんですけど、うん、まあ、たまたまいろいろやったら、うん、事務所もタダで、うん、
あの水道代も持ちますからって貸してくれる人も現れましたし、はい、選挙カーも現れましたし、選挙カーも、はい、外線活動やるんですか。ああ乗ってやってますよ。フェイスブック乗ってました。マジですか。もう一人一人一人市議会議員選挙とだやってますよ。やばいっすね。ここ大丈夫ですかね。なんか誰か来ないですよね今ここ。そうここ茅ヶ崎ですよ。ここ大丈夫です、ね、大丈夫大丈夫大丈夫ですよね。あの、はい、そういうのもやってますが、はい、あのもっと個人的なことを言って申し訳ないですが、お二人があの被災地支援というですね、非常にあの真面目な話の中、私はついに40歳を迎えたということで、おめでとうございます。ありがとうございます。なんかね、40歳になると嫌なもんでして、はい、行政からね、いろんな健康診断系の通知がいっぱい送られてくるんで、はい、なんかね、若干へこむんですよね。で、その中で特定健康審査というのがあったんで、はい、それが6月から8月まで、はい、2ヶ月でね、の間に受けてくださいということで、はい、先日受けてまいりました。はい。はい、なんなんですか、その特定。なんかね、はい、まあ基本的には生活習慣病、はい、対策として、はい、早いうちからその要は40で中年の世代から、はい、その要はちょっと生活習慣に関わるような検査をして、はい、で食事の指導とか健康し、はい、の指導をしようっていう、はい、ものなんですけどね。じゃあなんかこうカウンセリングみたいなのが入るわけですか。あのダメだったらまだ今結果待ちなんで、はい、あのどうなるかわからないんですけど、うん、一応あのおかげでその通知来てから2ヶ月から3ヶ月ぐらい狂ったように毎日ヘルシア飲みました。ヘルシアじゃ聞かないんですよ。僕と同じですよ発想が。それいやもう飲みましたよ。今日も飲みましたちゃんと。飲みました。僕毎日飲んでますよ。もうあの検査待ちなの、結果待ちなのに飲んでますよ、はい、今でも、ね、議員の夏はやっぱりね、焼きそばと焼き鳥ですから。もうねヘルシアどんだけ飲んでもね、 あれですよ、もうプラスになっちゃいますよ、ね、いやいや飲みましたヘルシアを。ヘルシア飲みましたね。健康診断の他はない、あれ健康診断まだありましたけど、なんかいや、もうあと結果待ちなんで、はい、あのまな板の声のような状況で、はい、あの悪かったら早く電話欲しいなって、うん、ちょっとビビってる毎日です。なるほど。40歳になるとやっぱり違ったところっていうと、その健康診断と介護保険ぐらいですか。あ、介護保険料見てねえな、まだ健康診断はそうですね、うん、なんかすごいね大きな封筒でやってくるからびっくりしました、はい、いろんな胃がんとか、はい、そういうのもついてて、はい、で分かんなかったんで、はい、なんかついでにいろんな検査を受けれますよって、うん、ああ分かった分かったって丸したら、はい、ものすごい金額いって、はい、2万近く取られて、はい、なんでこんなに金払ったんだろうって、はい、ちなみにあれですよね、だエビケンさん40歳で、はい、原さんおいくつでしたか。38です。38、はい、長嶋さんは48です。長嶋さん48なんですよ、はい、そう見えないでしょ、あのカメラを通して。す、ね、この差すごいですよ。僕30ですから18ですよ。もうだってお父さんって言っても親にするから、親にするから。いやちょっと間違えるとそういう感じじゃないですか、ね、ちなみに芸能人で言うとほら、あのマッチとかね。長嶋さんだから若いですよね。比較すれば別に、でもマッチだって若いじゃないですか、うん、まあ若いですよね。浅尾圭一郎さんも、はい、あこの出口優也さんからですね、あの藤沢の佐賀さんももうすぐ40歳です。あ佐賀さんね、佐賀さんね、僕と同い年の方なんですよね。すごいですね、あの人も若いです ね。もう議員やってる人は若い人が多いですね。見た目いいですね。横浜もあるから。横浜は違うけど。、はい、あとそうだ、あとね、はい、あのイベントの告知を2つほど、せっかくなんで。それは後でやりますか、今日でやる、今やるんですか。今あの軽くさらっとお願いしますよ、はい、一つがですね、はい、8月30日ですが、サザンビーチで愛子がライブをします。え、どこでですか。すごい。サザンビーチで。え、それなんでですか。あのなんかね、もともと湘南地域が好きらしくて、はい、でなんかアルバム出すごとに、はい、1回目藤沢の片瀬の海岸でやったんですけど、はい、でそれから2回目3回目2006、2008と、はい、サザンビーチでやってて、はい、で今回愛子がまた。え、それはエビケンさんしか知らない情報ですか。いや、みんな知ってるもんね。出てるから。みんな知ってるんですか。いやね、初めての時に、はい、だから初めて関わってたんですよ、はい、そしたら絶対言うなって言われて、はい、けど商店街に挨拶行かなきゃいけないですよ、はい、要はいっぱい来るから迷惑かけて、ね、そしたら聞かれるんですよ、はい、誰が来るんだって、はい、いや、女性の、はい、カブトムシ系の歌のね。いや何も女性の歌手があったしかって答えられなくて、うん、誰なんだよ教えろって散々怒られてたら、はい、あのずっと最後まで言うなよって言われたら、はい、その月曜日の朝に看板立てられてて、はい、大きいのサザンビーチに。ひでえよ、看板出すならさ、俺らなんで黙ってたんだろうって、はい、あの非常に辛い思いがありました。それなんか JC なんですか。それ JC じゃない。いや JC じゃなくて、いろいろあの青年部とかいろいろ関わってるんですけど、はい、その中 で要は近隣対策で挨拶行けって言われて、はい、いや違う愛子 の, そのコンサートを引っ張ってきた。あ、引っ張ったのはね、はい、まあそういう
イベント系の会社やってる人がいて、はい、で愛子がそういう湘南が好きだからっていうのを、うん、聞きつけて、ほんで藤沢でやったのを茅ヶ崎に引っ張り込んだっていう、うん、ただただ確かね、ただで聞くもだってサザンビーチでやってるからただで聞けちゃいます、ね、あ、エリアは分かれてるんでいいとこは取ってるかもしれないですけど、はい、基本的にサザンビーチ行きゃ嫌でも聞こえるから、そうですね、はい、じゃあ8月30日はね、はい、夏休みのラストぜひぜひ、これさやばい、茅ヶ崎殺到しますよこれね、言っちゃったらまずいですね、言っちゃったらまずい、いやだってもうネット出てるからいいね、ネット見てるからいいでもネット出てるから構わない、あ、ネット出てない出てなかったら言えないよ、あ、出てるんでね、はい、じゃあもう一つは何ですか、31日から9月3日なんですけど、はい、郵便局、はい、茅ヶ崎にも郵便局があるんですけども、それはそうですね、そこがですね、なんか建物をね、はい、地域に貸して地域のためにっていうことで、はい、郵便局の上がビアガーデンになります。それすごいですね。郵便局の中？いや上。それ藤沢と同じことになるんですか？上上上上。屋上。あ、屋上？そうそう。あ、屋上。中でビアガーデン。面白くないじゃん。なんか泣き気大きくなっちゃってあれじゃないですか。怒られちゃうっていう。やだな。郵便局の上が？そう、郵便局がね。はい、まあ結構中央なんで大きいんですけど、はいはい、そこで、はい、まあ郵便局側の方が要は地元に愛される企業になろうということで、地元のそういうのに貸すということで、はい、実現する形で、はい、茅ヶ崎ね、もともとビアガーデンないんですよ。なんでですか？なんでってそれだけやれるような屋上を抱えたビルもあんまないし、鎌倉もないです。外え？鎌倉もないです。鎌倉もないんですか？え、ないんですか？ないない。え、だって湘南地域でビアガーデンがなかったら話にならないじゃないですか。だって全然ないですよ。え、ビル？ビルだって津波の避難ビルとか言ってたんじゃないですか、ずっと。だってほら、あのビアガーデン飲むんだったら、はい、夜海の家借りて海の家飲んだ方がいいもん。そうね、あ、じゃあ、いや、僕のイメージはそこだったんですけど、うん、それじゃダメだと。やっぱりビルの屋上なんですか、ビアガーデンっていうのは。いやほら、郵便局だと、はい、本当駅に近いから簡単に行けるんですよ。そうですよね。でやっぱり海の家ってほら夜は、はい、あの空いてるわけじゃなくて予約で借りて、うん、開けてもらえるだけだから、うん、そういう風なフリーにビアガーデンにはならないから、うんうん、ここだったらフリーですから。そうですね、はい、なんか郵便局さんがびっくりしますね、こういう風なこと。え、全部でやるの？全部？え、特定郵便局？いやだからその中央局、茅ヶ崎、あ、中央局のね、そこだけ、中央局のね、うん、あ、茅ヶ崎の中央局っていうと、あの茅ヶ崎駅前の、そうそうそう、あそこだ、駅のあの北側の、はいはいはい、はいはい、あそこの屋上でビアガーデン、31日から3日まで、3日まで、はい、この日程はどうや、何の設定なんですか？それは分かんないんですけど、なんかもうみんな夏休み取り終えて、じゃあやるよみたいな、まあ、いろいろあった結果、ようやく調整がこの時についたのかなぐらいですかね、なるほどね、日本初ということで、あ、そうなんですか。はい、じゃあこれ、それはそうですね、郵便局の屋上、そういう使うことを考えたことないでしょうから ね、それでもいいですね、それちょっと真似したい、もうね、これ、行政がうんぬんできる話じゃないんですけど、ちょっと真似したいと思いますね。はい、じゃあ、お三方から、約30分ぐらいのね、この報告、やっぱり30分かかりましたけれども、予定通りですね、あの、ご報告と自己紹介をいただきました。あの、今日ですね、あの、湘南パトロールさんからはもう、あの、今日のお題は何ってね、お題と全く関係ないことを今30分間やってました。これが国政選挙のお話です。まあ、私は自民党の横浜市議員なんですけども、横浜市の場合はですね、結構その政党色がかなり強くてですね、自民党、みんなの党、公明党とかなり分かれてるんですけども、まあ、湘南地域の皆さんっていうのは、まあ、私の聞いたところですね、まあ、いろんな会派があったりして、まあ、あの政党の人もいますけれども、あの結構無所属のね、あの緩やかな会派の中が多いということなんですけども、あのちなみにですね、あの、まあ、大学生がよく見て、あの怒られるウィキペディアなんですけども、あのウィキペディアがウィキペディアから見ますとですね、あのほらもう地方議員って結構ね、減った、削減で減った、あ、危ない危ない危ない、減ったんですけど、まあ、その中でも今3万人のね、市区町村議員の中で、あの僕らですね、あ、ごめんなさい、大丈夫ですか、はい、民主党が1000人、自民党が1000、僕みたいなのが1600人、公明党が2700人ですね、だ公明党が多いんですよね、やっぱりね、みんなの党225人、共産党2661人、社民党323、社民党あれです、323、ありがとうございます、323人いる、すごい、立ち上がり6人、新党第一7人、諸派2999人、無所属っていうのが、やっぱり2万3000人ですね、だから圧倒的多数が無所属なので、まあ、そういった時においてですね、例えば横浜だと、まあ、私は自民党なんで、自民党 その衆議院 の, です、ね、あの支部長の選挙にもうガツンと担ぎ上げて、昔で言うならば、要するにその地方議員が周票マシン化するっていうのが、うん、まあ、一つの典型的なパターンなんですけど、僕はそれを変えたいと思ってるんですけど、湘南地域のね、まず国政選挙、まあ、各、ここはあれです、神奈川、エビゲンさんのところは、平塚茅ヶ崎で、
白草、茅ヶ崎、大磯、二宮で15区、はい、15区。原さんのところは藤沢、藤沢と寒川で12区ですね。12区、はい。長島さんのところは、鎌倉、逗子、それから横浜の栄区で4区、神奈川4区ですね。この3つ あの湘南カフェはですね、今日勝田あの議員が今日欠席なんですけど、勝田議員もその茅ヶ崎と入ってますから、はい、3つの選挙区これ分かれてます。で3つの選挙区それぞれですね、まあ、地方議員とその国会議員との関わりがちまいますんでね、まあ、今日はあの国会議員 あの議員の支部長さんもね、まあ、日曜日の夜だから多分見てないと思います。はっきり言っちゃいましょうね。この地方議員の立場とこの国会議員の立場を、例えば横浜だったらもう本当にね総動員でやるんですけど、でこれから11月選挙だってもう自民党の中で言われてますから、もうかなりね緊迫してきてるし、まあ、街頭とかの計画とかですね、事務所をどこにあの構えるかとかもいろんなあの調整が始まってきてるんですけど、じゃ あの茅ヶ崎からいきますか。はい、どうですか茅ヶ崎は。あの先ほどねウィキペディアで人数言ったじゃないですか、はい、僕ねいつも思うのは、うん、無所属2万とかって言ったけど、うん、あれ実際は嘘ですよね、うんうん、例えばうちの15区で言うと、うん、自民党本体の公認取ってる議員は少ないんですよ、うん、けど推薦とかで、うん、表示上無所属だけど、うん、これが十何人ぐらいいるんですよ。そうですよね。でその人たちが、うん、みんなずらーっと並んで、うん、自民党側は、うん、もうあれですよ、旗持ちからビラ配りから、うん、もうそれはもう熱心にやっていただいて、ね、やるんですか。やってますよ。あ、国政選挙自民系の方はもうものすごい熱心に、うん、はい、あの公認の方、うん、推薦だけど、うん、無所属って名乗られてる方、うん、みんなもう、うん、あのすごく熱心に、はい、あ、上からの組織ってこういうもんだ、軍隊ってこういうもんだなっていう、僕はふーんってあの、はい、僕は全然一匹狼で好きほどに走ってるだけなんで、大丈夫ですか。だって僕関係ない、うん、関係ないですね。で民主党は、はい、あの人数が少なすぎるんで。あ、そうですか。うち本当にあの公認の民主党の人も一人しかいない。で、はい、公認じゃなくてある程度民主党その要は組合の関係でっていうと、うん、それが2人ぐらいなんで、うんうん、だから実際民主党の人が少ないんですけど、うん、まあ、こちらはこちらで自民党のその組織力を見ると、はいはい、どちらかっていうとバラバラだなって思う、うん、ちなみにあの、まあ、エビケンさんの選挙区はあのかの有名な河野太郎さんがいらっしゃる、はいはい、あの選挙区 で民主党が、勝俣さんという現職、私の先輩、政経塾の、政経塾の先輩が現職でいらっしゃって、はいはい、であとはどの候補者が、共産党とか、あとはね、共産党が立ってくるかなっていうぐらいですかね、はい、みんなの党はどうですか。いや、今はまだ公認決まってないですけども、はい、分かんないです、立てるかどうか分かんない、ただ、うん、あのうちの15区って、うん、もう、河野さんの方からしたら、多分ね、何票取るかなんですよ。はいはい、今勝ち負けじゃないって言うんです。あ、勝ち負けじゃない、勝ち負けじゃないんですよ、はい、ほらよく選挙の、はい、国政選挙って終わった後に、はい、一番、はい、投票数、はい、得票数が多い国会議員はこの人ですって出るじゃないですか。出ますね、はい、それとかあの占有率というか、はいはいはい、そっちを目指す人ですから。あ、そうなんですか。だってあれじゃないですか、民主党の候補者はエビケンさんの先輩じゃないですか。だって冷静に考えてもそうだと思うもん。いや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 、そうじゃなくて、そうじゃなくてね。いや、でも今回ほらあの河野太郎、まあ後ほど閣論に入っていきますけど、河野太郎先生結構その脱原発のね、はい、もう給油戦法で言ってますから、それこそあれなんじゃないですか、脱原発抱えてる、あの掲げてる政党なんていうのも、これ政策的にね、綺麗事言うんだったら、うん、みんな河野先生を支持するはずですよね。まあそこはそうなるでしょうね。ただ多分ね、もともと結局はうちだから自民と民主と共産ぐらいしか立たないんで、うん、自民と民主と共産ってよく分からない人っていう、うん、はい、うん、あの日本史で、うん、桂太郎って習うじゃないですか、はい、その縁石関係にあるっていうよく分かんないあの方が、日本史の教科書でいたなみたいな人が出てくるんですけど。本当ですか。はい、まあそれはそれとしてね、それぐらい。それはそれとして、はい、ちなみにその国政選挙の時はエビケンさんはどういうふうに動かれるんですか。まあ、茅ヶ崎市議会議員の一人です、まあ、簡単に言いますと、はい、前回は勝俣さんを応援しました。はい、はい、まあ先輩、まあ、だってもう別にみんな知ってるから嘘出てもしゃあないから、はい、で今回については、はい、まあ、もう応援したから、はい、もう一回義理を果たしたから、あとは自分で自由にします。そういうね、はい、エビケンさんこの頃すごいですね、もうエキストリームになってきてますね。いやだって一応これネット放送であの全世界に言ってるんですけど、ね、いや全然そう、あの、はい、前の選挙の時に完全無所属って僕、
はい、4月の統一地方選挙出してますから、相見健さんがね、自分で、俺はもう政党にオポ振りませんって言って、だからもう自由にやります、はい、なるほど、はい、それにその時応援してもらってるわけじゃないから、義理がないから知らない、基本的にその、基本的にその茅ヶ崎市議会は、はい、あの国政選挙の時はどうなるんですか。ね、だから、大半が自民系の人だから、うんうん、河野さんの応援に、多分ね、28人いるんですけど、はい、12から13ぐらいはそっちの方に行きますね、はい、あ、そうそうそう、あのそれでオフィシャル的にその日程とかね、その議会審議として多分その11月から10月にやろうとすると、はい、おそらくその、あ、日程的にはうちは関係ないですね、関係ない、もうとことん11月の末に入らなければ大丈夫です、うんうん、はい、でその選挙によってその議会日程とかもほとんどじゃ変わらないっていう、うちは基本影響ないですね、11月なら、いや他の月だとしてもその選挙になっちゃうと、例えばその、まあ、大の話でね、はい、例えばその東京とか、まあ、横浜とかもそうなんですけど、その選挙が日程入ると、うん、もう会議がね短くなったり、あのそれからあれなんですよ、あの委員会がね、委員会をちょっとじゃあやめとこうかみたいなね、なかなかほら国政選挙って、うん、3690にぶつかることがないから、うん、多分過去を振り返っても分からないですね。でもエビケンさんかなりほら、ね、長いキャリアやられてるじゃないですか、茅ヶ崎市議会議員。いやけど5年ですよ。あ、5年しかやってないんですか、まだ。あ、そうですよ。すごい長いイメージがあるんですよ。じゃあ郵政選挙は経験されてない。そう、あ、経験されてない。じゃあこの前の政権交代選挙はあれ夏だったから、そう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 、関係ない、関係なかったですね、はい、なるほど、そうです、だから分からない、うん、そこは、はい、そこは分からないですね、はい、じゃあ、 あの藤沢なんですけども、藤沢の、はい、藤沢中学市で50万人いらっしゃいますけど、まあ、かなり私としてはそこで、かなりやっぱりでっかい神奈川県の中でもかなりやっぱりその、まあ、でっかいね、市だなっていうイメージがあるんですけども、その中核市のやっぱり議員と地方議員とその国会国政選挙っていうのはどういうあれなんですかね、イメージなんですかね。いや、うちも基本的なんですよ、まずうち50万じゃないですから。え、なんで40万、41万かな。あ、そう、この前50万って誰が言ってましたよ。いやいやいや、ただ選挙的には参加含めると多分、はい、その人口50万ぐらいの規模になるのかなと思います、12区として、はいはい、で、はい、あとそのじゃあ地方議員が、藤沢の市会議員がどういうふうに国政の選挙に絡むかっていうと、はい、まあ、多分茅ヶ崎と同じだと思うんです、はい、まあ、今どちらかというと藤沢も要は二大政党になってから、うん、まだ私が議員になりたての頃ってそんなに政党を名乗る人って無所属の方も結構いたのかなと思うんですけれども、うんうん、だんだんなんかこうやっぱり二大政党化してくる中で、うん、やっぱりこうそれぞれ政党の冠に掲げて出られる方が非常に増えてきたかなと、うん、そういった意味では、うん、議会の中でもやっぱり政党の公認なり、うん、党員になってらっしゃる方以前に比べるとちょっと増えてきたかなと。原さんは何、私は無所属です。無所属、どこの党籍も何もないですから、はいはい、でそうするとやっぱり自民党の方は自民党の候補者を応援するし、うん、民主党の方は民主党の候補者を応援するというような感じですよね、うんうん、ただでもそれはあくまで、うん、まあ、国政なり県政もそうですけれども、うんうん、まあ、会派組んでてね、中には多分党派を超えて会派組んでたりとかすると、はい、まあ、議会は我々一緒になってやりましょう、はい、でもね、他の県会議員の選挙とか、うん、国会議員の選挙はそれぞれ そのつながりがあるから、うん、それはそれでそれぞれでやりましょうよと、うん、でいざ議会に戻ってきたらそれは忘れて、うん、議会のことをしっかりと一緒にやりましょうっていうのは、うん、まあ、今までの流れですよね、藤沢の市会あたりですと、うん、なるほど、原さんは今までの国政選挙っていうのはじゃあほとんどあまり動かれない。私はですね、まあ、一応無所属なんですけれども、はい、まあ、あの前の県知事の松沢さんの秘書をやってましたので、そうですね、はい、どちらかというと民主系だろうと、松沢さんが民主党の国会議員でしたから、もともとやっぱどういうふうにしても周りからそういうふうに見られがちで、見られがちで、見られがちで、まあ、あの最初してます、前々回かな、はい、時はあの、まあ、今民主党現職でいらっしゃる中塚さんなんか応援したりとかもしてたんですけれども、はいはい、まあ、だんだんこうやっぱ無所属なんで、はい、まあ、そんなにね、やっぱりこう、うん、政党のやっぱり冠掲げていらっしゃる方が中に入って一生懸命やられてますから、うん、どっちかというと、まあ、外から様子見てるっていうような感じですね、うんうん、なるほどね。あの藤沢っていうとね、かなりその私はあの選挙区 この藤沢寒川っていうエリアじゃないですか、はい、でなんかその衆議院議員がやたらいっぱいいるようなすごいですよ、ね、あのイメージがあってですね、はい、今現職っていう意味ではお二人ですかね。で、はい、一時期はですね、自民党も民主党もそれから社民党もいらっしゃるんですよ、はい、
でやっぱり小選挙区じゃないですか、はい、小選挙区で1人受かられて、あとは比例復活で2人受かってくるっていう、うん、はい、結局誰がみんな出てくる人がみんな受かっちゃうみたいなですね。そうですよね。そんな状況なんですね。福島さんというか、あの党首選挙ですか、戦って有名な安倍さんという ね有名な社民党 の代議士の方も現職でいらっしゃる、はい、あの方はその小選挙区では負けてらっしゃるんですね。そうです、小選挙区で出て負けるけれども、やっぱり比例復活のところで、まあ社民党自身が小選挙区で出るところって少ないんでしょう ね。ですからその中でやっぱり安倍さんも結構人気がありますから、それなりにやっぱり席配率取るとやっぱり比例復活されてくるというところで、もう続けて何期かですから比例復活でも、うん、当選されてますよね、うんうん、はい、ちなみにその藤沢、僕まあ、ちょっと中学生の議員の方なんで、大体藤沢市会議員って何票ぐらいでその当選ラインなんですか。大体2000ぐらいですね、うん、2000ぐらい、2000票ぐらい、ね、2000票ぐらいですね、そうすると、なんだろう、その選挙とかでね、例えばそのじゃあ市会議員1人当たり、昔の集票マシン的なんですよ、発想からいくと、どんぐらいのその票がこう生まれてくるんですかね、1人の議員から。いや、それはもうその議員の方がどれだけ一生懸命やるか、そこはそうですけど、まあ、そこはそうですけど、結局その大名行列みたいに大勢のこう地方議員を従えても、うん、それぞれの人が一生懸命自分の支援者回るなり、ね、うん、声掛けしてこう講演会組織なりに動員してやらないと、うん、いくら大名行列にひっついて歩いても、うん、まあね、やっぱり市民の方だってね、うん、まあ、直接言われればじゃあ、うん、その人が応援している人だったら応援しようかという人もいるかもしれないですけども、うん、いくら表向き陣営に入ってこう大名行列くっついていたって、うん、じゃあ投票するかというと、うん、なかなか繋がらないでしょうね、まあ、例えば藤沢寒川で3人も衆議院議員がいたとするとですよ、うん、結構その講演会とかもオーバーラップしてたり、例えばその市会議員はこの人応援するけど、まあ、県会議員はこの人応援するけど、国会は違う人、違う政党の人なんだよっていう人も中にいる、中にはいらっしゃるでしょうね、うん、県会議員は何人でしたっけ。今県会議員はですね、5人の、はい、5人区なんですけれども、はいはい、今はですね、鈴木市長が県会議員あれされましたから、はい、今は4人ですね。4人、はい、自民党と、自民党1人、民主党1人、はい、みんなの党1人、それから公明党1人、はい、あ、公明党さん1人、はい、じゃあその県会とその市会議員 の, この関係っていうのはこうなんですかね、しっかりこうしてるっていうほどでも、まあ、例えば具体的に言うと、はい、公明党さんなんかもちろん公明党としての一丸となって司会と県会つながってやってると思うんですが、はいはいはい、自民党にしても、はい、まあ、民主党もそうだったんですが、はい、2議席とか取ると、そうです、ね、まあ、そうですね、誰がどっちの系列に行くのかみたいな部分も、まあ、そうですね、私はなんかナーバスな問題でしたね、そうね僕自民党としてはあんま聞いちゃいけない話なんですそうね、そういうあれありますもんね、多分あるんだと思う私もなんか外から見せて多分なんかあるんだろうなっていうような、そうですよね、なるほど、そうですね、そういうことでね、でそうするとね、やっぱりその地方議員という立場では、でもやっぱり全力でやる方もいらっしゃるんですね、それはね、まあいらっしゃるでしょうね、うん、議会日程とは変わらないですか、じゃあその選挙に。いや、変わらないですし、変わる方が私おかしいと思うんですけど、僕もそう思うんですけどね、何のために議会をやってるのかと。いや、僕もそう思う、衆議院に合わせて、ね、そうそうそう、別に司会やるっていうのは私はおかしなことだなと思いますけどね、はい、おっしゃる通りだと思いますけどね、はい、ありがとうございます。じゃあちょっともうちょっと各論は後ほど話す、鎌倉はどうですか。はい、はい、鎌倉ってね、僕参議院議員の秘書をやってる時にはもう誰が何党かよく分かんなくて、あのね、本当に一番、まあ、藤さんもよく分かんなかったんですけど一番分かんないのは鎌倉なんですよ。まあそれはね、浅尾慶一郎さんがね、はい、まあまあ、みんなの党って、ね、新しいところできて、はい、分かれたりしたもんで、はい、でそこについてる議員さんもどっち行ったらいいのみたいな、はい、組合から推薦されてる、はい、で民主党で出たけど、はい、浅尾さんと一緒にやってたから、はい、浅尾さんがみんなと行ってだから行かないといけないかな、はい、でもどっちにもどっちもつけられないなみたいな、はい、今出てらっしゃるのは浅尾慶一郎議員が現職、あ、ね、だから選挙区で受かったのは長嶋一茂さんなんですよ、はい、民主党の長嶋一茂議員、私と名字が同じ、はい、あ、一緒ですね、いまだに間違えられる、はい、やっと覚えられてきたかなって、ね、長嶋議員が小選挙区で受かられてそうですね、はい、ね、前回はね、はい、ここのところずっと三つどもえ、はい、県議も同じ構図で、はい、民主、自民、みんなの党、はい、みんなの党がまあ、ね、浅尾さん強いので、はい、あんまりそういうところってないと思うんですよ、うんうん、全国的にもそういう三つどもえでほとんど票が割れる、
県議選ももう本当に僅差、はい、前回の衆議院選も、まあ、自民のね、はい、前回林さんと現職も頑張って結構僅差、はいはい、で堺区で勝負がついたって感じだった。あ、なるほど。堺区は横浜ですからね。そう、あそこはすごいですよね。逗子鎌倉では浅尾さんの方が強くて、うん、まあミニ州はね、うん、前回の風が吹いてたから、うんだったんですけど、うん、まあ、今回はちょっと浅尾さんその後またテレビも出まくりで、はい、毎週出てますから、はい、まあ、かなり有名議員の一人ですからね、うん、そうですね、露出度が高いですから、うんうん、まあ、強いんじゃないかと言われてますけど。長嶋さん自体は党籍はないんでしたっけ。全くないです。何、無所属。無所属。うん、鎌倉の議員さんは、まあ、27人なんですけど、はい、圧倒的に無所属が多くて、はい、まあ、公明党さん共産党さんとか他の党からは、はい、国会議員出ませんので、はい、出ないですか。出ないです。公明党も幸福実現党が一人。あ、なるほどね、はい、多分、はい、駅頭やってるから出ると思いますけど、ね、そういう構図で、はい、公明党さんも共産党さんも県議も出ないし、はい、出ないんですね今ね、はいはい、ですのでそこの人たちももう関係ないですし、はい、あとネットさんも関係ないですし、はいはい、で自民の議員さんが一人で、はい、今民主を名乗ってる方が2人、はい、でみんなの党さんが、3人、はい、っていう感じで、あとはみんな無所属で、はい、あんまりね、うん、県議選も含めてみんなあんまり手伝わないですね、うん、あんまりみんな手伝う、はい、じゃあその衆議院のね、方なり支部長さんなりがじゃあ独自で頑張ってるっていう。そうですね、まあ、逗子葉山は割とこう、まあ、どうですかね、逗子葉山は比較的やってる感じですけど、うん、鎌倉の議員さんあんまりやらない感じですね、うん、一生懸命ね、うん、それで駅頭とかもやってても行かない感じですから、見てると、うん、あ、そうですか、じゃあ結構その皆さん淡々とじゃあ やってるような。そうですね、私も別に 前回は特別、うん、まあ義理もないですから、うんうん、あだったんですけど、はい、堺区の補選やってて無所属の、はい、お仲間さんがちょっと出てたもんで、そこで何の補選挙選挙ですか。市議選。あ、市会議員のね。ほら、なんだっけ。はい、誰かが市議だった私の党の角田先生が参議院選挙に出られた時の補選挙選。そうかな。はい、そうかな、はい、そうですね。角田さんね。はい。はい、なんでそこの私手伝いずっとやってたから、はい、別に何もやってないし、はい、まあ、今回も多分別に。うんね、やらなくてももう、まあ、浅尾さんドローみたいな空気だからね。あ、そうですか。なんかでもこうね、湘南地域の話を聞いてるとやっぱりずっと皆さんずっとそうなんですか、そういうのって。鎌倉の伝統なんですか、その地方議員が選挙をやらない。鎌倉って、うん、比較的新しいところに好きなもんで、うん、まあ、昔は新宿クラブの大ブームがあって、はい、田川先生とかね、はい、あ、田川先生、そうそうそう、田川先生鎌倉選挙区、その頃は小泉純一郎さんも一緒だったから、はい、中選挙区、中選挙区、うちの父なんかは田川先生の講演会入ってたり してましたけども、はいはい、で新宿クラブが大ブームで、はい、今はみんなの党が、ね、はい、ブームで、はい、そういう感じで新しいもの好きの、はい、鎌倉市民が多いんで、はい、そういう傾向にありますよね、はい。もし維新かなんかで誰かどっかから落下さんで落ちてきたらなんか、うん、維新とかっつってみんな、うん、いや今日ねだからね、その、まあ、鎌倉はちょっと鎌倉維新っぽいんですけどなんていうか、そのトラディショナルね、よくその選挙の教科書とかいろんなことを言うと、やっぱり地方議員がどれだけいるかによって、うん、あのちょっと田舎に行くとそうじゃないですか。鎌倉全然違う、ね、これ今そう聞いてみると鎌倉も違うし藤沢も違うし、その茅ヶ崎もね、いや、違う、がっつりですよ。がっつり、違う、茅ヶ崎がっつり、はい、じゃこの辺でやっぱりちょっと分かれるんですかね、やっぱり藤沢、鎌倉あたりでね、っていうのがあるんですけど、逗子もあんまり、まあ、みんなとはあれですけど、逗子もあんまりそういう感じないですよね。うんうん、で例えばその横浜の場合は、選挙区がですね、神奈川1区と、神奈川2区と、それから3区、4区、5区、6区じゃない、7区、8区。だから、もう選挙、だから例えば僕がちょっと聞きたかったのは、その市長さんなんですよ。で皆さん、それぞれ市長さんいらっしゃるから、ね、んで市長さんいらっしゃって、まあ、横浜の場合は鎌倉市長、林市長がいて、で衆議院いっぱいいますから、もちろん選挙応援なんて何もできないんですけど、それぞれのやっぱり、ね、選挙区で市長さんとの方が多いじゃないですか、うん、でそうすると市長さんというのはどういう動きをされるんですか、そういう時っていうのは、政治家の市長さんというのは。特に政治色が強い方いらっしゃいません、なんかいません。うちの市長はもともと実は民主党なんで、
民主党の県議なんで、服部さんは。あ、民主党の県議の方なんですか。民主党の県議で市長選挙に出て、その時にまあ自民党の、はい、と民主党とか、はい、オール与党家の推薦をもらって勝ってる経緯があるんですけど、はいはい、だから服部さんは確か前回はね、勝間さんのとこ来たはず、聞いたとは聞いてるんですよ。あ、そうですか。動きはいろいろその都度やられてるみたいですね。バランス感覚が長けてる方なんで。あ、そうですか、はい、いろんなあのレースで意味深な発言やめてください。はい、あの湘南カフェや政治的にはニュートラルですね。僕みたいなあのガッチャンって言ってる人間じゃないんで、ね、そうですね。じゃあ特に政治応援もじゃああまりマイク握ってこう表立ってはやってないんですけども、事務所に行かれてる系、要は、はい、両方の事務所に行ったりもしてるケースもあるみたいですし、はい、そういう感じですね。表立ってはね、まあ、やってる感じ、はい、やらないですね、はい、その駅頭でやるとか一緒には、はい、まあちょっと伝聞だっていうことね、はい、あ、聞いたことというとっていうことですで、やべえなこれ藤沢のどうですか。藤沢だと藤沢はですね、はい、まあ過去、まあ、私が議員になってから市長の動きを見てますと、はい、多分全くノータッチっていうような形で、まあ、各候補者のところに、はい、まあ、始まって、はい、それから終わってからも、はい、まあ、特に当選された方のところに挨拶行ったりとかしてるみたいですけれども、はいはい、どっかこうね、先ほどおっしゃったように、ん、どっかこう選挙カー乗ってとか、うん、マイクに行って応援するとかっていうことは、うん、今まで伝統的にないみたいですね。あ、そうですか。まあ、やっぱり、まあ、基本的にはニュートラルでいるっていうような、うん、逆に藤さんの場合はその、ね、結構その例えば私の、ね、今の今度は鈴木あの市長も自民党の県議だったんでよくわかるんですけども、はい、結構政党職が、ね、みんなあって市長になられる方もいらっしゃるじゃないですか、はい、でそういった場合は逆に衆議院議員とかはその市長選挙はどうなるんですか。衆議院議員は市長選挙どうなるっていうのは、市長選挙にガンガン応援したりとか、ああ、衆議院の議員の方がですか、はい、市長とか市長とか誰を応援するかっていう、はいはい、それはもうその時の衆議院の方によってなんか前回も、うん、前回というか前々回なんかはですね、うん、なんで民主党の国会議員さんが自民党だったら星野さんを応援するんだろうっていうようなですねなんか不思議なねじれ構造になってまして、そうなんですね、はい、だからなんかその時その時の流れで、はい、まあ、皆さんご自分の立場をいろいろ考えたりしながら動かれるんで、必ずしも、まあ、やっぱり自民党系から市長に立候補される方多いんですけれども、うんうん、必ずしもじゃあみんな自民党がつくか、うんうん、民主党が仮に離れるかっていうと、うんうん、必ずしもそういう構図にはならないですね、うん、不思議ですよねそれはね、うん、寒川の方もじゃあ結構そういう感じですよね。寒川は分かんないですね。分かんないですよ、ね、寒川は分かんないですね、はい。じゃあどうですか鎌倉の方は。なんか、ね、市長さんはかなりその鎌倉は、うん、まあ、松尾市長は、まあ、あの無所属なんですけれども、はい、あのまあ、一応ね、江田健二さんの秘書をされてたの で、ね、やっぱり、ね、あのまあ、一応みんなの党さんとは近いと、はい、まあ、いうことでいろいろね、はい、あの応援関係はしてますよね、はい、ただ今最近町の噂は松尾市長が維新の会から、はい、衆議院出るんじゃねえかっていう噂で持ちきりで、なんでですか。私もいきなりある方から電話かかってきて、え、なんかそう聞いたんだけど本当、はい、とか言われて、はい、まあ、そう言いたいんじゃないですか。そう言いたい。だから新しいもん好きって言ったのはそこなんです、うん、新しいの飛びついちゃうんです鎌倉、ね、なんかその神奈川4区ですか、そのあの、うん、鎌倉、葉山、逗子、栄区、すごい選挙区ですよね考えてみると。どういう意味。いや、すごい、なんか僕もその市長時代思ったんですけど、いや、なんかいろんな方々がいろんなところをこのなんかこう、あ、もう方程式が成り立たないっていうか、そう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 、浅尾さんが特にやっぱり動いたから、うん、いろいろ動いてるじゃないですか過去の流れからね、はい、いろんなある、まあ、はい、草間さんご存知でしょうけど、はいはい、あんまり言えないこともあるけど、はい、あの、はい、その今はただね、みんなの党でまとまってるんで、うん、浅尾さんももうあれですし、うん、まあ、松尾市長の選挙の時も浅尾さんはずっと応援入って、街頭とかも一緒にね、最後の時も雨の中一緒に傘さして、あとは渡辺代表とかも何度か来てくれましたし、そうですか、そういう関係ではみんなとさんとはありますけど、ただ別にだからといって、まあ、松尾市長が、みんなの党さんだけ応援行くってわけではなくて、まあ、松尾市長はね、あのいろんな全国にお友達の議員さんとか首長さんいっぱいいらっしゃるんで、そういうお仲間のとこ自民党だろうと民主党だろうと言ってますんで、全然関係なしにもうその個人的なつながりのお付き合いとかで、行かれてる感じなんで、でもまあ私もまあ松尾市長とねずっと一緒にやってますけど、松尾市長から別にどこの応援行ってとか一回も言われたことないですし、あの勝手に一応あのここの応援だけちょっと行きますよっていうのは言ってはいますけど、
別に一回も言われたことないし、うん、あの全然そういうことはまあフリー、ああフリーにあの個人のつながりであくまでも、はいはい、あのやってるっていうのが、はい、まあまあとしてですね、過去は過去の市長さんも無所属系がずっとあれなんで、うん、あんまり政党色はないですけど、うん、逆にないもんで、うんうん、つまみ食いみたい な, なるほど、ね、感じがありますよね。いやここ結構ね難しいですよね。だからねこの出口優也さんもあのツイートでいただいてるんですけど、あの平成の大合併で地方議員は激減しましたから、うん、国会議員は大変でしょうねっていうところでね、うんうん、もうあの例えばその僕はあの横浜 の, あの神奈川7区っていうところなんですけど、あの僕の場合はあの選挙区にね地方議員の数が本当に少ないんですよ、うん、横浜市の場合は。例えばその神奈川7区の自民党の議員っていうのは鈴木区で市会議員が2人と県会議員が1人、3人で、もう一つ広北区で市会議員が3人と県会議員1人だから、計もう7人しか地方議員がいない、うん、7人の地方議員で自民党の衆議院の1人を支えてるっていうところなんで、もうこれ要するにフル稼働しないとあのなかなかこの選挙もね、うん、うまくいかないっていう構図もあったんですけど、それが結構その崩れてきて、あのなんていうかな、まあ、街頭やってねあの勝てるんじゃないのというですね、うん、あの形であのかなりそのなんていうかな、あの今の支部自民党の支部長さんとその私たち地方議員の関係っていうのも結構ね、うん、昔の思いっきりこの周票マシン的な関係も崩れてきてるし、うん、でかつですね、あのほら小泉なんだっけ選挙郵政選挙の時に選挙、ね、あの小泉チルドレンがいっぱいできたじゃないですか。ああいう人たちって基本的に落下さんなんですよ、うん、で落下さんの人たちが、来て、で例えばその昔からのね、何期もやってる議員のところに行っても、うん、なかなかこう相入れないっていうか、こう、はい、昔みたいにあのねこうつかないじゃないですか。でこれのやっぱり関係っていうのを僕ちょっと国会と首あ地方議会で変わってるような気がしてきて、うんうん、それはね横浜でもすごい実感するんですよね。ほら郵政選挙以降から変わったのって、うんうん、そういう周票マシン型よりも、うん、無党派層が増えすぎたから、うん、あのそっちって周票マシンじゃ周票できないんですね、うんうん、でなおかつ、うん、小泉郵政以降にもあったように、うん、もう党首とその政党がどうかで、うん、個人の努力よりもかなりそっちがでかくなったじゃないですか、うんうん、思います。もう家電だからみんなほらそれに関係なく勝つ人っているんですよ、うん、うちの地域の河野太郎さんみたいに、はい、どっちの風が吹こうが、はい、何秒取るかしか考えなくていいぐらいの領域の人ってところどころにいるんですけど、はい、大半は、うん、バーッともう風が吹いたらもう、うん、それに左右されて木の葉のようになってる、うんうん感じですよね、うん、だから周票マシーンって僕らが地方議員が動いたとしても、うん、それで元派層を動かせるかってのは残念ながら難しいっていうところですよ ね、うん、そうですね。だこれは結構、ね、中選挙区と小選挙区のところでは結構それが大きな違いかなと思うんです、うん、中選挙区になるともう結構その政党の中での競争になるじゃないですか、うん、だからこの議員がどっちについたどっちについたっていうのはあるんですけど、もう小選挙区になると、ね、本当にないですよね、うん、まあまあ選挙区にもよりますけどね、あのガチあの菅先生の選挙区みたいな、もうがっちり菅王国みたいなところもあれば、うん、そういうところじゃないところもありますからね、うん、藤沢なんかだからその影響すごく出やすいところじゃないですか。そうですね、小選挙区で勝つ方なんかっていうのはもう勝ち続ける候補者がいないというか、その時の流れでこの人が勝ったり、うん、次の選挙はこっちに風が吹けばこっちの人が勝つっていうような感じですよね、うん、でもまあ健全なんですかね、うん、どうなんですか、どう思います、どうなんですかね、なんていうかこう、うん、やっぱり都市部って非常に、うん、なんていうんでしょう、あの行政的にも、うん、例えば地方へ行くと、うんうん、もう、ね、行政もそうだし、うんうん、もう市と県と国とこう、うん、しっかりとつながっていかないと、なんか事業やるにも国の補助金を引っ張ってくるとかですね、うんうん、そういう意味合いってすごい強いと思うんですけど、うんうん、このやっぱ湘南地域、横浜もそうでしょうけれども、うんうん、なんかこう、もちろんお願いすることとかあるんですけれども、うん、そんなになんていうかこう、行政的にも国になんか何が何でもお金引っ張ってきてもらわなきゃいけないとかっていうようなものっていうのは薄いのかな。だから議員さんもそんなにこうどこの所属の政党の人も何が何でもこの人当選させないと自分のやりたいこう地域の事業ができなくなっちゃうとかお金引っ張れないとかっていうものがないから、あんまりこうなんかこうつながりが薄いというか関心が薄いっていうかあるんじゃないのかな。ちなみに皆さんその普段にですね、普段にその国会議員とかに自分で陳情とか行きます？ないないない。鎌倉復興婦団体だからその。いや例えば、いや違うことじゃ、いやそのお金持ってくるとかそういうことじゃなくて、なんかないですね。ないですか？うん、政策的なつながりとかないですか皆さん？あ、僕はだから政経塾の関係で、はい、
あの自分の仲いい政経塾の国会議員に話はしたりします。はい、こういうのを政策どうって、はい、あ、まあ、ゆりけんさんはね、それだけ、ね、あの ここではないんですけど、はい、あ、ここではないです、言わなくていいから何かず立てなくていいですか。絶対ないな。うん、原さんはどうですか。私もほとんどないですね。ないですね。あ、そうですか。例えば小さいことで言うとですよ、小さいことで言うと、例えばなんだろうな、いや僕ちょっとこの俺はどうしようかなと思ってるのが、海上保安庁の基地が横浜にあるんですけど、うん、あそこ見たいなっていうのがあって見たいなか、すごいちっちゃいことじゃないですか、それすごいちっちゃいことですけどいやそれだって、ね、なんかその例えばその選挙区に国会議員がいれば、あそこ直接自分で言ってダメなんですか。ダメですね。あ、ダメダメですね。まあ、政党に所属してるとね、その政党の中の付き合いで、知り合いの国会議員さんとかにそういうね、知り合いっていうか選挙区のね、いや選挙区に限らずね、やっぱこうつながりができてくると思うんですよ。そうするとなんかこう例えば自分でやりたい政策なんかで相談するとかあるかもしれないですけど、私なんか本当無所属なんでそういうつながりがないですから、まあ、ある意味羨ましいなと思う部分もありますよね、そういうコネクションっていう意味ではね。けど頻繁に必要かって言われると、うん、それほど、そうね、いやでも例えばですよ、あの、ね、僕ね、この頃ね、公明党がすごいなと思ってるんで、横浜のね、はい、公明党の人たちが、特に若手の人たちが、要はですね、あの公明党の参議院議員さんもあのいるじゃないですか、うん、あの浜田さんですか、浜田さんっていうのはあの県連所属でいて、うん、で、まあ、上田勇さんが今ちょっとあの落選されてますけど、はい、あのね、すごいね、やっぱり情報交換してるわけですよ。そうです、ね、だそれはあの公明党的にね、やっぱり国の政策をしっかり地方がやれっていうのかもしれないけども、はい、逆にこの横浜 の政策的な要望っていうのをすごいね、国会議員がやっぱり話し合ってるんですよ。うん、でこういう関係で僕やっぱりだからその政党っていうのは必要なんだなとすごい思って、自民党はね結構その点ね、まだまだ淡泊なんですね。あの選挙の時だけっていうか、選挙の選対とかね、そういうの好きですけど、はい、政策的にね、じゃあ地方議員とこの国会議員がね、うん、日常から話し合ってるかっていうと、まあ、僕は、まあ、若いしそういうのやってたから結構そういうの話すんですけど、総的なそういう仕組みはないんですよね。うん、でこれはね、みんなのとこがこの後やろうとしてて、これはねかなりのね、うん、そう、僕は自民党のすごい見習わなくちゃいけないところだなと思ってるんです。逆にそれがないと、じゃあなんでその政党って何っていう、うん、その話もなりかねないじゃないですか。そうですね、そう、いやあの人たち違いますからって言ってね、今の国政選挙になっても例えば街頭とかやられます、やられてるでしょ、まだ前やられてない方がいらっしゃるかもしれないけど、例えばその国政選挙に変に巻き込まれちゃったりとかっていうのは無所属だとないじゃないですか。僕は自民党だと、今街頭やってると、うん、もうあの自民党だからっていうところだけで、要するにその何お前ら何お前大連に作んでんじゃないよとかね、そういうことを言われるわけですよ。うん、だからこれはね結構そのなんていうかな、今後はやっぱり考えていかなくちゃいけないテーマなんですけど、でも湘南地域はやっぱり違いますね、思った今日。うん、すごいやっぱりね、地方議員それぞれ独立してるし、うん、健全なんじゃないですか。うん、あ、ここはね、え、何いやいや、いいよ、内輪だからっていいじゃないですか、そんなの。内輪だって自民党はガッチンガッチンだもん、うん、もうそういうこと言わないよ。すげーってもう、そういうこと言わないよ。逆の立場からすると、うん、国会に出られる方からすると、ガッチガチに固めた方が安泰っていうのはありますよね。そうですよね。逆の見方をすればね。うんうん、でも僕は思うには、その例えば横浜の議員にしてもね、じゃあ地方議員で何票持ってくれるのって言ったときに、僕らの大体得票って1万票ぐらいなんですよ。うん、で要するに50万人ぐらいの有権者だと、要するに10万いらないと勝てないでしょ、うんうん、10万票。50万だって皆さんの選挙区で、あ、だから 2% だから10万。え、50万だったら10万じゃ 20% 藤沢とか10万ラインじゃないですか、当選の。国会議員。そうそう。鎌倉、そのあ、そうだね、10万とか。ああ、国政の方ね、うん。そうするとね、多分地方議員7人でしょ、うん、7人で10万票、7人全部足して、じゃあそれになるかっていうと、ならないんですよ。うんうん、だからね、やっぱり自分でやらなくちゃいけないなっていう気にもね多分なりますよね。うんうん、まあ、それはいいんですけど、はい。で、出口優也さん、首長は無所属で当選してる人が多いから、国政選挙で特定の政党候補者の応援すべきではないと思いますと。うん、やってる人いましたっけ、国政選挙で特定の政党の候補者を応援してる首長、この辺で。あ、その挨拶とか行くっていう、ほら満面なく行く形でやってる方が、そのさっきの、ね、うん、車乗ってどうこうっていうのは 、はい、見ないですよね。はい、出口優也さん、前回の参議院選挙で元民主党の市長がみんなの党の候補者を応援した松坂市長の高校同級生を擁立と。
すみません、その市長、政経塾の後輩です。もしかしたらあれじゃないですか、あの人じゃないですか、ヒゲの市長じゃないですか。そう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 、これね、なんか僕ちょっと分かんないんですけど、このせっかくの機会なんでね、政経塾ってそういうのどういう関係なんですか、それ。いや、これは基本的に関係ないです、勝手にやれです。なんですか。だってその松下政経塾のほら、あの中が総理を出すんだっていうね、あ、総理野田さん出ましたけど、いや、政経塾で総理出したいって言ってまとまってるわけじゃないんですよ、うん、別に僕らは。何でまとまってるんですか、政経塾。いや、単純に自分たちは自分たちのやるべきことをやるんだっていう、うん、それを果たすためにやってる。それがたまたま民主党に行ってるか自民党に行ってるか、うん、前言ったら社民党にいる人もいるし、うん、公明党の議員さんもいるし、うんうんうん、共産党だけはいないんですけど、うん、ちなみに言うと、うん、あとはほぼ全部います、うん、あ、公明党にもいらっしゃるんですか。公明党はね、市議会議員が一人います。あ、市議会議員ね、はい、だから、うん、政党については関係ないんです。それは自分が信じるところでやれっていうだけの話です、うんうん、じゃあ例えばその、なんですか、同じ選挙区に政経塾の先輩が、はい、あの国会議員候補で、いや、国会議員にいたとしても、はい、それは別にそういう縛りはない。ないです、基本的に。それも、だから僕はあの、例えばその高校の同級生とか高校の同窓とかより、はい、こうなんか深そうなイメージがあるんですけど、あのだから同期とか一緒に過ごした、はい、大学でも分かりやすいと思うんですけど、大学の20年以上の先輩とつながりがあるかって言ったらないでしょ、はいはい、極端に言えば、うん、数年ぐらいだったら一緒に飯食って一緒に勉強したってつながりがあるから、うんうんうん、その分多少違いがあっても一緒に頑張ってきたやつだからやろうっていう気になるけど、十、うんうん、何年も上とかの人といきなり先輩だからって言われても、うんうんうん、あ、そうですかみたいな世界なんで。あ、そうですか、はい、うん、今日はね、エビケンさんの発言がいちいち面白くてねここは茅ヶ崎ですよみたいなね。ありがとうございます、ね、もうでも政経塾の、ね、イメージって僕すごいいろいろあったんですよね。だから逆に人間関係がある先輩を応援に行きます、うん、むしろいろいろほら、うん、3年間4年間の活動の中でお世話になった先輩が選挙出てるんだったら、うん、やっぱお世話になったから、うん、それはお礼しに行かなきゃいけないんだったら、うん、選挙で応援するっていうのは一つのお礼だと思ってるんで、うん、そういう形でとか、うん、あとはその先輩の考えが自分も、うん、納得できるから応援する。それが政党はどこかっていうのは問わないだけです、うんうんうん、なるほど、わかりました。じゃあ、 ちょっと時間もあれなんですけど、まあ、国政選挙のね、各せっかく今日あの 3つの、 選挙区の方から、しかも無所属のね方々が来てるんで、例えばここに、まあ、僕の立場とかがいらっしゃるとなかなか言えないことなんであれなんですけど、中間報告してもらえますか。中間、中間情勢報告、選挙区の、そう、ダメ、衆議院の、そう、中間報告分かんなかったら分かんない、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 変わらないです。僕の立場だと言えないけど僕の立場だと言えないけどそう、分かんない、分かんない、変わらない、想像でね、想像で、うん、想像でしかない。原さん、もし立場的にやばかったら言わないでください、はい、いや別にやばくはないんで、あ、そうそう、まあ、せっかく湘南カフェでね、まあ、皆さん、見ていただいてるんで、まあ、想像でしかないですよね、想像でね、想像、うん、じゃあ、批判を覚悟でね別に批判されるようなこともないから、まあ、じゃあ、まずね、まあ、とりあえずエビケンさんどうですか。うち、はい、うちは神奈川15区は、はい、もう間違いなく河野さんです。例えば港が立っても河野さんです、うん、維新の会が立っても多分河野さんです、うんうん、やっぱ河野さんは自民党の人の人気だけじゃなくて、うん、本当に幅広い人気がこの地域ではあるんで、うん、正直言ってなんかすっごい芸能人が来たら別ですけど、はい、上戸彩とか、そう、木村拓哉とかねなんで上戸彩、木村拓哉とかね、うんうん、あんなのが来たら分かんないかもしれないけど、うんうん、普通に考えればないでしょ、河野さんが 何秒取るかだけの世界ですね。じゃあ山本リンダだったら勝てますねいいな、俺そういったら応援する応援しますか、河野さんね、うん、藤沢いっぱい今回も出てらっしゃるんですね。藤沢、まあ、そうですね、まあ、もともと今現職民主党の中塚さんがいて、はい、で自民党は今度星野さんが出て、はい、で社民党の安倍さんも出て、はい、で共産党も渡辺さんという方が出るんですね、はい、でそこへあとみんなの党がどうなってくるのか、はい、であとその中央の方で、ねはい、みんなの党さんが大阪維新の会とどこまで連携するのかによって、はい、この勢力がどういうふうになるのかというところが一つ台風の目かな、うん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 、
大乱立ですね、うん、大乱立ですね。だから単純に今までの枠組みで、まあ、自民党民主党そこに社民党が絡んでくるんであれば、はい、まあ、誰か一人が小選挙区で受かって、はい、あとは比例復活するかしないかっていう争いになるんだと思うんですけれども、はいはい、ここへポッとみんなの党さんなり、はい、あるいは大阪維新の会が出てくると、はい、保守がまた分裂するような形になると思いますので、はいはい、そうすると、まあ、自民党の候補者の方も、まあ、大変あの楽観はできない選挙になるのかなという気がしますよね、うんうん、ちなみにあれですか、皆さんその民主ほら今度から国民の生活が第一とか、うん、民主党結構割れたじゃないですか。それはほとんどもう、はい、そ、まあ、河野さんのところこの辺いないんだよ、影響ない影響ないないんだない、うん、影響ない。この辺で国民の生活が第一の候補者で出るんですかね。神奈川で全体で出ますよ。出ますかね。もうだってほら日高さんっていう、あ、現職の方がね、そう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 、ところがそちらへ行かない方はあれでしょうけど、はいはい、うちは中塚さん民主党でいらっしゃるので、はい、そこへじゃあ国民の生活第一の候補者が出てくるかっていうと、ね、え今内閣府副大臣、あ今副大臣でいらっしゃるんですね。副大臣でいらっしゃいますね。そうですね。なるほど。いやね、この間講演会の人に、はい、中塚さんのね、はい、あの講演会の 中心の人親しいんですよ、はいはい、でこのちょっとお会いして果たしたら、はい、なんかもうあんなきゃだめだこうやんなきゃだめだってさ一生懸命言ってました、はい、でただほら副大臣なんかお忙しくて、はい、なんか大変みたいです。大変みたいですね。原発担当ですから。大変ですね。またそれ原発金融担当って言ってました。一番大変な2つですね。そう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 。顔色だってよく分かんねえ。1年ぐらい前でも1回お会いしたんですけど、はい、もう顔色悪かったです、はい、本当ですか。僕は何とも言えないですけど、まあ、まあ副大臣でいらっしゃるということで、はいはい、じゃあ鎌倉はどうですか。鎌倉はもう4区は多分もう今回浅尾さんっていう感じでもう自民じゃないんですか。えすいません、自民先輩があのすいません探しまして、いや自民はどうすかね。政経塾の先輩じゃないですか。先輩です。うーん、一期上の先輩です。そうですか。一生懸命頑張ってますよ。頑張っても厳しいんじゃないですかね。と思いますけどね。浅尾さんやっぱりね、知名度はやっぱり、いやいやもうねやっぱり、うん、まあ、私も親しいんで、はい、あのいろんなところでお会いするし、はいはい、あの例えばイベントの会場とかで行くと、はい、まあ、あの浅尾さんが知らない人を紹介してもらったりしますけど、はい、まあ、やっぱり圧倒的に知名度はもう、うんうん、やっぱもうね今テレビ出まくりですから、うんうん、高いし、うん、あそこはもう講演会がかなりがっちりね、はい、各地区でもあって、はい、やってますからね、はい、まあ、駅頭ももうずっと、はい、日常でずっと定期的に毎月毎月やられてるし、うんうんうん、そのね自民党の方とか、うん、民主党の長嶋一茂さんとか最近、はい、まあ、自民党の方はね現職じゃないから、はいはい、あのあれですけど、はい、長嶋一茂さんも最近出てきて、はい、駅前とかでも一日やってるんですよ。あ、そうですか。この間ね、あの逗子でもあの駅前でうるさいっつってマイク取られて新聞に載って大騒ぎになりました。いや、あのね、この鎌倉逗子はこの街頭選挙っていうの、この前のその報道の時も林潤さんと、もうその今の現職の方と長嶋議員と麻生議員で、うん、かなりもうガンガン街頭をやってる。それにしてはその駅が少ないんじゃないですか。そうですね、うん、大変なんじゃないですか。大変ですよ。我々だから普段の駅とかで新聞配りするじゃないですか、はい、もう国会議員の候補の人たち も,、はい、もうバッティングばっかりするから、はいはい、私ちっちゃくなって端っこでこうやって、はい、配ってるだけなんです。この間も浅尾さんとバッティングしちゃって、うんうん、もうね今みんな駅もだから、うん、そうね、どっかの駅に誰か 3人ね、うんうん、まあ、幸福実現党の方もやってるから4人ですね、どっかで誰かやってるって感じ で長嶋一茂さんは特に土日でも駅前で、もう土曜日とかあの駅前選挙して1日やってるんですよ、はい、ああぶっ通し街頭ですね。僕もやるけどぶっ通しですね。やってますんで、浅尾さんはあんまりそういうのはやらないですけど、浅尾さんその分テレビ出てるから、そうですね、もうやっぱりね、自民の先輩議員さん、先輩候補者さん、はい、頑張んないと、相当頑張んないと、はい、出口さん、早朝の大船駅前で演説聞きましたってね、誰なんだろう、誰の、これ、浅尾さんのかな、浅尾さん、うん、三重4区は前回比例復活した自民が優勢ですと、これ自民、あの三重の方なんでね、
出口さん、鎌倉の自民党新人は政経塾出身ですよ。そうそう、知ってます。一級の先輩です。そうそう、政経塾も多くなりましたね。湘南パトロールさん、定数の話もいいですが、若い世代の皆さんは領土問題どう見ているのでしょうか。対ロ、韓、中東、待ったなしですよね。領土問題、この間上陸した時、下あの荒川区議の K さん、はいね、私、はい、知り合いですよ、はい、松尾市長とね、村上の、はいはい、直島さん行ってないですよね。行ってないですよ。私なんで行って全然映んないの一番損じゃん。行ったらもうフェイスブック書いてる。だからもう経営員さんはその前の日、今から船に乗りますとか、はい、頭持ってこうやってフェイスブックで自分でアップしてましたけど、これ待ったなしですね。あれ本当に、これはもうね、今回の国政選挙の一つの、あの、うん、あ、そうですね、うん、あの、じゃあちょっとこれはまあ、皆さん置いといてですね、じゃあちょっと今情勢をですね、皆さんお立場がある中でいろいろ聞きまして、これはなかなかあれですね、皆さんやっぱりよく見られてますね。いや、こっちはねこっちは鉄板だから、うん、あくまでも想像です、ね、そうですね。だから僕らはやっぱり地方議員化してみると、やっぱりそのさっき原さんも言いましたけどね、やっぱりその僕も横浜市会が結構あの政党政治家がやっぱりどうしても多いんでね、あの選挙によってその日程がちょっと変わってしまうとか制限されてしまうというのは僕もちょっとどうかなと思ってるんですよ。でその中であの国政選挙でなんかめちゃくちゃなんか何ですか、あれでほら市の予算とかも使うじゃないですか、もちろん選挙でね、市の予算でほら国から県を通してお金が落ちるでしょ、はい、うんうんうん、だからそれで補正予算とか組まれたりするはずなんですよ。あ、だからそこ、国政選挙の場合は国費ですよね。そうそうそう、そう、僕らの市会議員選挙とかの場合は私費でやるけど、はい、国会議員選挙の場合は国費なんですね、はい、で、エビケンさんはこの前なんか調べたとか言って、そうなんですよ。あの実を言いますと、はい、その浅尾さんが民主党から、まあ、みんなの党で衆院選に転じるという中で、はい、参議院議員 の補選が行われた、はい、ましたよね。その時にたまたま茅ヶ崎市議会でその要は670万ぐらいだったと思うんですけど、はい、補正予算が出たんですよ、茅ヶ崎市議のね、その参院の補正の、はいはい、でこれを見て、うん、うちの人口でこれだけかかるんだったら、うん、人口でいうと40倍ぐらいだなって思ったんですよ、ふと、うん、もうえらいかかるなって思ったんですよ、うん、670万の40倍しなきゃいけないん で、 そうです、ね、でだけど本当はもっとかかるのかなって思ったんで、それで、うん、県選管に連絡入れたんです。神奈川県選管にね、はいはい、神奈川県の選挙管理委員会さんに、はい、今回これ各市町村にいくらお金落としてるんですかって聞いたら、それは言えないと、言えないんだ、要は確定してないから分かりませんって話になったんで、そこでじゃあ4年前の斉藤さんって方が郵政選挙の時に、斉藤、今の剛さんって言うと、あの内閣官房副長官の方ですね、はい、で小泉純一郎さんに挑戦するために参院を辞めて挑戦したその補欠選挙がありましたよねって、その時の数字はもう4年前だから絶対確定してますよねって、はい、その時はいくらだったんですかって聞いたら、はい、正確な数字は教えてくれませんでしたが、はい、26億円プラスアルファぐらいはかかってますと。参議院の補選でね、参議院の神奈川県の全体の補選、補欠選挙、一人の参議院議員を選ぶのに26億円、うん、だからこれを国政レベルに直せば、うん、要は、ね、神奈川900万ですから、うん、1. 何倍ぐらいかするわけでしょ、うん、だから結構何百億、うん、300とか400とか、うんうんうん、ざっくりで言っちゃってますけど、うん、300、400億ぐらいかかる可能性を持ってるわけですよ、うん、あれって全部国費でやってるんでしたっけ。参院のは国費のはずですよ、衆議院もだって関係ないですからね、本当はね。あの体育館を抑える料金とかも全部、ただ、うん、あの実際の職員の人件費とかどうなったかちょっとよく分かんないですけど、その670万とかはほら、あ、職員の人件費がありますよ。そうそうそう、あの投票所の設置費用とか、うん、看板設置とか、うん、そういうのに対してのお金だから、うんうん、開票事務の、うん、あの手当とかそこら辺については分からない、うん、だからもっとかかってるなって思ったんです、うん、それがないわけの670万だから、うん、これは結構かかってるぞって思ったんです、そこで、うん、いや、それでほら、私早稲田大学マニフェス研究所時代にコンマ1秒の改革っていうところで、はい、投票事務改善やってましたからね、あれね、変な話ですよ、僕らその地方議員がね、今回その選挙で何ができるかっていうと、まあ、候補者の応援以外にはやっぱりそういうところですかね。どうですか、まあ、それ大事です、湘南カフェ的には大事ですよ、大事ですよね、それ、うん、草間さん鎌倉説明来ていただいたんですよね。行きました、なんで知ってるんですか。いや、それほら T 議員から聞いて、そうあの鎌倉ではその T 議員が草間さんの提案で、はい、そのやると早くなるっていうんで、はい、もうこれ大幅に税金が削減できるだろうってことで、はい、まあ、草間さん過去に来ていただいて、そう言ったんですよ、鎌倉の戦艦で説明していただいて、はい、そう、なんか副市長もいましたよ、なんか、あ、そうですか、そう、それで、はい、その後も、はい、あのうちの会派要望も毎年書いてるし、はい、あの予算委員会でもそれ言ってるんです、はい、どうなってるんですかと、はい、で全然、あ、若干の改善、うん、若干ですよ、気持ちね、
いやすっごい早くなりますよあれ。でだから言ってるんですよ、はい、で見習いたいと思いますとか答弁はいただいてるんですけど、はい、ちともやらないんで、はい、ぜひやってください、はい、お願いします。あこれせっかくだって草間さん来てもらって、そう思い出しました、僕行きました鎌倉、指導してもらったんですよ。あんた伝道師だったんですよ。そうやばい、ちょっと湘南カフェすごい展開になってきましたよ、これやってもらってるんですよ。やっと湘南カフェみたいなあの話になってきましたね。そう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 、開票事務会でちょっと皆さん だってあれ何でしたっけ、何分を何分、はい、ちょっと正確に2時間半を30分、そうそうそう、で改善してるとこあるんですよ、ね、あるある、もうすごいありますよ、地方自治体でね、地方自治体あります。だってこれ職員なりその人件費、うん、それそのだって例えば1、うん、半分に減ったとしても、うん、1時間をかけた、はい、でしかも超過勤務手当ですから、ね、夜だもんね。そう夜ですから、夜ですから9時9時だから、うん、すごいお金かかるんですよあれ。そうそう、だからそれをね、あの意識だけで変われるんですから。で開票ほら待ってる人たちだってそうだし、テレビ局だってそうだし、みんな早い方がいいわけで、そう、ね、決めた。湘南カフェ的にどうですか、これは今回の衆議院選挙投票開票事務会鎌倉ではすでにもう議会に提案してるんですけど、はい、食わず機会皆さんありますよ。うちもね 言ってね、結構ね、はい、あのほら安住主さんかなんか早いとこあったじゃないですか、小諸市、小諸市か、うん、結構ねベンチマーキング行ってますね。あ言ってる、聞いたらね、うん、あ茅ヶ崎市選挙管理課と4年前とかも一回話をしてて、そしたら結構ね、いや小諸市とかこうやって行ってるんですよって、うん、でいろいろなんかちょっとずつこう、はい、なんかやってますね、見たら、はい、あいいですねこれ。ちょっとは藤沢さんどうですか、これね、いや、ね、なんかやり方をちょっと具体的に教えてもらって、いや すごいですよ、あれ本当に、ね、感動しますよ、高さね、あのね職員からしてみると、あの要するに投票事務ぐらい、要するに運動会的なものないんですよ、うん、その時だけじゃないですか、みんなこう集まって、あれ全部公務員ですかね、やってんの、うん、あの自治体によってはなんか高校生とかをあの雇ったりしてるところもあるんですが、基本的におそらく神奈川県内のほとんどの自治体は、あれ全員公務員です、うん、で、超過勤務手当出して、でお弁当とかも出しながら全員公務員がやるから、こあのしかも日曜日じゃないですか、ね、投票日って、だから次の日のあれなんですよ、業務終わるのにやって、公務員の人たちも大変だけれども、みんなほら残業代とか超過勤務手当が出るからやらざるを得ないし、一番悲惨なのは課長とかその次員職で、あの人たちタラですから基本的に。そうするとやっぱりね業務効率が落ちてくるんですよ。だからもうスピード早くやった方がいいと、精神的なも、そう精神的なところもあるし、ね、そうで、ね、早くすると、ね、やっぱり、ね、その開票事務だけじゃなくて他の、ね、ところで、ね、それは生きてくるんですよ、うん、やればできるんだっていう、ね、このお役所 そのマインドを壊すっていうことで、ぜひ、あの難しくないんですよ、難しくない、うち の, あ, のあれですよ、ま、あのマニケン の今 の研究員あの言ってくれると思いますね。今から言葉選んじゃいましたけど言葉選んじゃいましたけど、いや草間講師に、あ僕ね、でも今歯科医院です、よか司会議員ですからね。そうでも一旦鎌倉行ったんですよ、来た過去来た、おそうで副市、そうあの T 議員にね行って、副市長がいて選管の委員長とかいて、で事例とか持ってったらね、やってないんですか、でもまだちょこっと、あもっとできる、いやできるできる、うん、あのだから指摘してるんですよ、はい、できるはずだって言って、はい、うちの会社ではずっと行ってる、はい、毎年会派予防に書いてるし、 OKじゃあ茅ヶ崎もちょっと確認してみてください、もうちょっとやってください、はい、結構ベンチマーキング大好きらしいんで、藤さんもぜひ、そうですね、ちょっとこれねあれですよ、あの話さんで最初あんまり興味ないんですよやっぱり何言ってんのみたいな、分かります分かります、これ騙されてやってみるとすごいですから、これ本当にそうあの、ね、感動しますよ開票事務が。今までほらみんなもうスリッパパチパチやって、こんなやって、はい何秒みたいな感じじゃないですか、すごいですから、もう銀行員のね、なんかこうプラーっていう、このそれだけ見るだけですごいですよ、うん、ぜひ勉強させてください、はい、あのコンマ1秒の改革って言うんですね、コンマ1秒の改革ですね、はい、コンマ1秒の改革であの、はい、ホームページ等にも出てるので、はい、はい、出口優さん、開票速報はいつもテレビで朝まで見るのが楽しみでしたが、最近は開票所に見に行ってます。出口さん、あの議会だけじゃなくて開票所も行ってるんですよ、本当地方政治、地方政治マニアやばいですね、出口さん、ね、地方政治マニア、出口さんばっかりですよ、今日出口さん、僕言ったんですよ、出口さん今日こっち見てくださいねって、そしたらあのヘビーローテーションです、ありがとうございますね、はい、あと8分ですんでね、じゃあこれからまとめに入りたいんですけども、まあ、今日一つあの開票事務の話が出てね、これ湘南カフェ的にこれはマニフェスト大賞を取るにはすごいいいあのまた題材が、これだって全国で広げてすごいです、うん、話ですよね、すごいですよね、全国で広がってる神奈川県なんだけどね、やっぱりちょっと遅いんですよ、なんかうまくこうオーソライズするっていうか、フォーマット化するっていうか、ね、あフォーマットしてます、してるしてる、パッケージになってるの、ね、横に広げて、そう知らないだけな、
だ横に広げるから湘南カフェで横に広げるんですよ、原さん。わかりました。そうですよね。湘南カフェでそう横に広げていくんですよ。まずね、この前の藤沢町選挙って割に早くなかったですか？早かったような気がしますね。見えたのだって2本、2本目でポンと見えましたから。実は原さんが知らん、でも海老根市長は、前の市長は最近早くなってきてると思いますよ、うん、開票の結果が出てくる。いやだからそれはね、すごい改善してきたんですよ。改善してきてると思います。藤沢の前回の海老根さんが勝った時の市長選挙と、うん、今回のと全然今回むちゃくちゃ早くてびっくりしたもん。まあ、え、もう体制こんなでしょうみたいな、事前のあれが見えたのかもしれないけど、ね、事前の調査で、ね、うん、それは正確な開票、2本目で票がガッと開いちゃったんで、うんうん、うん、で前の市長の時にうち あの北川教授は藤沢市のなんか顧問かなんかやってたんですよ。だから多分ね、輸入してるはずなんですよ、それね。そういった意味ではもうすでにこう改善が進んでる部分も、ね、はい、まあ、ちょっと私が知らないだけであるのかもしれないですけど、ね、はい、これちょっと今ハッとしましたよ。僕らこのポイントを忘れちゃいけないんですよ、やっぱり、うん、あと国政選挙で僕らやることって何ですか、その選挙応援以外に。まあ、やらないかもしれないけどみたいな投票率上げてもらうんじゃないですか。そうですよね、さっきのね、うん、あの鎌倉の湘南の投票率どうやって上げますか。さっき言ったけどね、100万円 の, そのあいつ出してプロレスやるんでしたっけ。まだ分かんないよね。飲食店で割引をするっていうね。いや多分あのそれって、ね、だけど実は本筋論じゃないじゃないですか。そうですよ、そう、ね、結局は、うん、それって本筋じゃないんですよ、うん、やっぱり僕らがやるとしたら、うん、まあ、あの立場があるけど、うん、マニュースを思いっきり分解して放談しまくるとか、うん、なんか そこってほら、う、ね、どうやっていいこと、や確かにやってもいいけど、うん、けど本筋の政治への意識としては全然関係ない世界だから悩ましいんですよ、ね、だから、ね、いやだからね、僕ネットテレビのねこの可能性っていうのはやっぱり、ね、ネットテレビの公開討論会どんどんやった方がいいと思うんですよ、ね、いや、いいですね、それだったらほら、あの、まあ、ここに来いっていう、例えば藤沢公会堂にね、市民会館に来いって言ったらみんな来れる時間も限られてるから来れないけれども、ネットだったら見れるじゃないですか。だからね、これ逆にね、変な話ですけど、この日の出テレビと、この湘南カフェを運営してるどっかの会社とかがあのね、このこう討論会を仕掛けたりね、でそうするとずっと誰でも好きな時間に見れますから。一回ね、その僕がマニキュアに行った時にザ選挙でね、うん、あの e 国政っていうのやったんですよ。なんかネット版の政見放送みたいな、あれがあるとみんな見れて、あれすごいね、アクセスあったんですよ。あれ関わってあれで参院の公開討論会やったんですから、ね、ありがとうございます3カ所で、うち神奈川県内。そうだからもう湘南カフェのミッションとしてはネットを使ったやっぱりあれですね、その国政選挙の見える化、今見える化してると僕は思ってるんですけど、うん、結構あとだから対話形式でこうやれるというね、うん、そうですね、これをね、うん、あのまあ一部の人かもしれないけど声かけて来てもらって、うん、イベント出てってとか、湘南カフェとして、あの湘南カフェ月に1回しかやらないからあれか、あの毎週 各候補者に来てもらってうんぬんってもなかなか難しいですもんね、うん、選挙だったらね、うん、で立場があるから僕だったら来たくないですけどね。大変ですよね。急先鋒みたいな人に囲まれてね、横浜帰れなくなると思う。いや本当ですよ、僕本当にもう立場あるんですから僕はもう、はい、じゃあ、最後にじゃあ、一言ずつですね、じゃあエビケンさんからなんですけども、まあ、今日の議論を踏まえてですね、はい、まあ、あの国政選挙に臨むものっていうと変なちょっとちゃちんでね、あのやっぱりこの地方議員の湘南地域の地方議員として、はい、こうどうしていきます。いや正直、はい、改めて、うん、今日最後に出てきた、はい、あのコンマ、うん、0コマ1秒の改革、うんうん、そう当選した当初やったんだけどやってなかったなと今非常に恥ずかしく思いまして、うん、それを取り組んでいきたいなっていうのは、はい、地方議員としてできることはまずここなのかなというふうに思ってます、はい、これをきちんとやることと、うん、あとできたらですね、前から、まあ、僕はマニフェスト大賞であのファイナリストで最終的に登壇しなかったネタの、はい、選挙広報のデジタル化、うん、あそれね、はい、これをね、うん、ぜひ実現させたいなと、うん、もう一回改めて政経塾の国会議員にも言おうかなと思ってるんですけども、うんうん、あのこの選挙もデジタル化、僕はこれ最低限だと思ってるんですけど、うん、この2つを、自分としては取り組みたいなというふうに思ってます。で3つ目としては、あの自分なりに政党のマニフェストを皆さんに分解して伝えるようなことをして、うん、少しでも関心を持っていただきたいなというふうに思ってます、うんうん、この3点ぐらい頑張りたいなと思ってます、はい、原さんお願いします。
私は特にやることないっすね。いやコンマ1秒ね、はいはい、林さんありがとうございます。実はそれ本音本音ですよね。いやだって別に政党に所属してるわけでもないし、はい、まあ、今まで通り、まあ、先ほど申し上げた通り、こうみんなの党なり大阪維新の会あたりがどんな候補者を出してきて、はい、まあ、どういう戦いになって、はい、まあ、結果的にね、うん、あの全体の選挙結果どうなるのかなっていうのを、まあ、テレビでも見ながら観戦するかなっていうようなところですね、うん、はい、あとは何かね自分がやるかっていうと、まあ、確かにその投票率上げようとかっていうのは大事なことだと思うんですけれども、うん、じゃあ何が一個人でできるのかなっていうのは非常にね、うん、なんか難しいところありますよね、うん、やっぱりどうしてもこうテレビ新聞の影響って大きいじゃないですか、うん、この首都圏っていうのは、うん、そこでやっぱり皆さん情報を得られていろいろ、うん、あの誰にしようかとかどの人にしようかって判断される部分もあるし、うん、一個人でどこまでできるのかなっていうのは改めて考えちゃいますね、うん、長嶋さんどうですか。そうですね、まあ、あのさっきのね、投票のね、うん、改革はまたさらに訴えていきたいと思ってますけど、うん、まあ、それはやるべきこと、うん、大事なこと、それとやっぱり、まあ、投票率、うん、上げたいなっていうのはあるんで、うん、でまあ、今日もね、実はこの選挙の話やるって言ったらば、うん、やはり私の鎌倉のね、いろいろ市民活動やってる、うん、特に若い世代、うん、20代、30代の人たちが、うん、やはり注目して、うん、まあ、さっきのね、うん、ミラ僕未来は僕らの手の中で、ね、うん、で注目して多分見て、うん、何か見てると思うんですけど、うん、同じようなこういう中継やったりとか、うん、対話の会を設けたりとか、うん、すごく広げてやりたいと、うん、もう結構言われてるんで、うん、そういう人たちと一緒にね、うん、まあ、対話の場を設けたりとか、うん、いろいろ話して出てって話すとか、うん、実は選挙ってこういう感じで、うん、今日あったような話とかでも伝えていけば、うん、みんな興味持ってるんで、うん、じゃあその中で誰を選んだらいいの、うん、っていうのを、うん、もうみんなで先ほどこうマニフェスト分解って、うん、ビケンさんから話あったらこういうふうに見るんですよっていうのを、うん、まあ、少しでもね、うん、話せれば、うん、やっぱりその人たちがまた伝えていこうよっていうふうになれば、うん、少しでも投票率上げるために、うん、ちょっとそういうことを、うん、もうイベントをやるのもちょっと決まってるのもありますけど、うん、やっていこうかなと思ってますね、うん、はい、僕は今日まあ、僕は自民党の市会議員なんでバリバリでね、変な話ですけど無所属議員の方がこれだけいらっしゃって結構そのなんていうかな、まあ、それぞれ皆さんしっかりと活動されてるから逆にちょっと脅威なのは例えばこのネットとかを使ってですね、例えば今回の選挙はこれ本当にネットを使うと裏で云々じゃなくてこのやっぱり政策でね、やっぱり今回のこの政策が素晴らしいから俺はこいつに投票するよっていう人が、例えば勇者がそういうのが出てきちゃうとですね、じゃあ俺もって言って続いていく可能性僕は、まあ、僕ちょっと皆さんの立場じゃないんで分かんないんですけど、それは結構政党政治と政治家としてはある意味脅威だと思うんです。それは要するに無党派の流れと僕は一緒だと思うんでね、逆に言えばだからそういうのを結構そのネット選挙で仕掛けていくともっとそのなんていうの選挙っていうのも、まあ、政策的に本当に意味でのね、まあ、いろんな立場とかもいろんなものあるけれども、ただやっぱりこれいいよねと、 でもこっち違うです、さっき言ったマニフェスト評価とかどんなやっぱりしていただくと、やっぱりそういうのが結構今言ったその若い人たち、うん、みんな見てますよ、うん、デモとかにもみんな参加してるのね、あマジで、うん、だけど彼らは、うん、非常に客観的に相手の言ってることもちゃんと聞くし、うん、相手がどう考えてるかちゃんと聞くし、うん、で批判はそれに対してしない、うん、で自分たちはじゃあそれを聞いて、はい、自分たちの考えと合わせてどう思うっていうのをちゃんと自分たちで考えられる人たちなんで、はいはい、そういう流れって非常にあるので、うん、そこに訴えかけられる政党が多分ね、票は取るんじゃないかと思います、うん、ぜひそういうのちょっとまた鎌倉とかでね、まあ、湘南カフェっていうのはやっぱりこのインターネットのねインターネットテレビのこの先駆けとしてしっかりそういうことをやっていかなくちゃいけないと思いますんで、僕は選挙応援で慢心しますけど、湘南カフェのね皆さん衆議院はもうぜひそういうこと頑張っていただきたいと思います。で、来月はですね、9月の20、何でしたっけ25日ですね、25日の火曜日、25日の火曜日に、今日はですねこの茅ヶ崎でお送りしましたけど、もう来月どこに行ってるか分かりません分かりませんけども、しっかりお送らせさせていただきたいと思います。今日は江口さんどうも本当にありがとうございました。また来月、皆さんで、ね、この湘南カフェで、お会いしたいと思います。はい、このカメラ、どのカメラ、あ、こっちで、じゃあ今日はこれ最後ですんで、はい、また皆さん8月31日までがマニフェスト大賞の応募締め切りです湘南カフェは地方議員に向けてそう、マニフェスト大賞しっかり取りたいですね、はい、取りたいですね、はい、頑張っていきますんで、まずは、
コンマ1秒の改革頑張りますってね。頑張ります。これなんかいやらしいですね、なんかね、これね。いやらしく、でもそういうのやるのがあのミッションですからね。じゃあまた来月お会いしましょう。じゃあ今日はどうもありがとうございました。すいません、レギュスさんもどうもありがとうございました。失礼します。さよなら。